昔よく行ってた焼き鳥屋があったんですけど、はいはい、そこに、個室があってね、はい、ですごいでもちっちゃい個室やったから4人5人でまあ1杯ぐらいの個室やったんやけど、はい、まあでもそこの焼き鳥が好きやったんで一時期よう行ってたんですけど、だからそこにそのいつも頼んだら毎回同じ従業員しか来ないんですよ、はい、でその従業員が正直ちょっとこう脇が相当こう悪臭をね、なるほど、放ってて、はい、でせっかく美味しい焼き鳥屋なんですけど、はい、もうその人が持ってくると、じゃ本当にもう部屋がもう10万するんですよ。きついですね。でなんかベルみたいなので呼ぶんですけど、はい、ほんならまたそいつが来るから、もうこれはさすがにね、はい、せっかく美味しい料理が台無しやと、はい、俺もそんなこと本当はもうしたくないんですけど、はい、もうちょっと店長に言って、はい、ちょっともうこれ接客業なんで、はい、ちょっとさすがにそれはもうあかんと、はい、ちょっと店長を呼んでくれって言ったんですよ、はい、で10分ぐらい経ってからコンコンって店長ガラガラって来たんですけど、はい、その男やったんですよ。うわー、もうどうしようやこれでも、うわーってなって、もうほんまみんなうーになって、この鳥はどこの鳥ですか。苦し紛れどうしようもないですもんね。どうしようもない、みんなうわー泣き寝入るしかないな。泣き寝入るしかないマクドナルドに行って、うん、でそこでちょっとまあお茶飲もうかなと思って一人でわって上がったんですけど、うん、まあ結構混んでたんですけど、カップルが二人おって、うん、で一個挟んでまだ空いてたんで、うん、ちょっと挟んでこうここに座ったんです、うん、ほんでまあ食べようかなと思ったら、こっちのカップルの男の人の方が、うん、彼女に平浜でも行くっていう話になったんですよ。白浜でも行く？白浜です。白浜です。ちょっとこう、はい、ちょっと受けてはるんで、うん、白浜でも行くって言うから、まあ行ったらええんちゃう思って、まあ時期もええしなーっていう話をしたからね。ほんで、まあちょっともう食べるの、まあ4割、こっち6割ぐらいの感覚になって思ってて、で、まあええわ思ってたら、女の子が急にその彼氏ですね、に、これプレゼントやねんって言って、箱を渡したんですね。ほんだら、その男の人が、うそ、マジ嬉しいわ、サプライズや言うてはるんで、あサプライズよかったな思いながら、ビーバーで飲んでたら、マジで嬉しい、俺が欲しかったやつかな言うて、ほんで、まあ、ええんちゃう思って、で、その人が、カパッて開けたら、急にね、何これって言うんですよ。あれ、さっきまで、白浜でも行くって盛り上がって、わーって、何があったんやろ思って、もうその段階で僕もガン見してるんですよ。って言って、中から出したら阪神タイガースの帽子やったんですよ、うん、で、うん、俺こんな欲しい言うた俺欲しい言うたのハンキングの帽子だって、ハンキングの帽子じゃない。俺これ言ってないよ、俺ハンキングの帽子で、もうハンキングの帽子やんか、普通間違えるって間違えろわ。でも誰も悪くない話だよ。発熱がお前が悪いよ。結構昔からもう5年ぐらい通ってるラーメン屋さんがあるんですけど、そんな店員さんとも、いつも同じ店員さんなんですけど、話したことないんですよ。もう全然僕その苦手なの でラーメンだけ美味しいから食べてたんです。なんかこの前なんか店員さんが初めて、なんか最近テレビとか出てますよねとかって言ってきたんですよ。でやっぱちょっと今までずっと通ってたんで、ちょっと恥ずかしくて、あそうなんですよみたいな感じで、ああよかったですねみたいなこと言って、ああありがとうございますみたいなの食ってて、で終わった後最後お金払おうとしたら、なんかちょっと今日はあれっすよみたいな、いいっすよみたいなこと言うんですよ。いやそんななんかテレビに出たからそんな気遣ってるみたいな感じの空気だったんで、いやいいっすよいいっすよみたいな感じで払いますよって言ったら、いやちょっとそれはもういいんでみたいなこと言うんですよ。で なんでだろうと思って、ちょっとその変にね気遣わされても悪いなと思って、でそのやり取りちょっと続いたんですよ。だしばらくしてよく考えたら食券の店だったんですよ。もらったからいいですね。初めに
初めにいただいてるんで、もういいでしょって言ってくれればいいのに、僕もすっかり買ったの忘れてて、なんかいやもうそういうの芸能人なんでやめてくださいみたいな、そっちの嬉しさ、そっちの嬉しさで、すっごい恥ずかしかった。一番愛しまんとかやっぱり、すっごい恥ずかしかったです。ちょっと嬉しいもんな。嬉しかったです。デレックさん。僕もちょっと怖かったんですけど、8年ぐらい前に東京来て初めてナイナイの岡村くんとご飯を食べに行くことになりまして、で、麻布の鉄板焼き屋みたいなのを指定されて行ったんですよ。まあ、店内合流ということで。で、行ったら目の前に団体さんがいらっしゃって、5、6人の。で、その中の一人が萩本欽一さんだったんですね。で、あ、欽ちゃんだと思って、で、上京したばっかりで、同じ店に芸能人が偶然来るわけないっていう発想ですから、あ、岡村くん今日欽ちゃんと飲むんだ。その席に僕呼んでくれたんだと思って、その集団の後ろにひっついて、僕、萩本さんのグループの一員として入店したんですよ。で、個室に入りまして、あ、挨拶しなきゃいけないと思って、萩本さんの前まで行って、挨拶しようとしたら、うん、まあ、そういうファンがついてきたと思ったんでしょうね。うん、萩本さんがものすごい冷めた表情で、うん、低いトーンで、うん、ダメだよって。あのダメだよじゃないの、本当のやつ。ダメじゃないの、本当のダメだよ。あの、ダメだよっていうんじゃなくて、普通にダメだよって言われた。本当のダメなやつだ。ダメなやつ。はい。本当に。別のとこ行ったって。まあ、それだけの話なんですけど。そうか、やっぱそういう時はそうやわな。そこはしっかり言わないとね。はい、そうですね、本当に。金ちゃんもね。申し訳なかったなっていう。あのね、僕、昔、新大阪っていう、大阪のもう、ところに住んでたんですけど、いつも駅と違う方向ちょっと散歩してみようと思ったら、昼前ぐらいに、パン屋さんがあったんですよ。ここ見たでもなんか雰囲気美味しそうやし、一回入ってみようと。ほんなら、よくあるパン屋さんで、こう、トレーに、例えばこう、フランクロイトフランクロイが山積みされてるとか、サンドイッチがこう、積まれてるとかのとこあって、僕、カレーパン好きだね、カレーパンのその、なんか、ウインナーロールみたいなのをこう、こうって書いてあって、食べたら、カレーパンめっちゃうまいんですよ。もう、外カリカリで、中は、いい具合にトロッとしてる。僕の中で、一番ベスト、もう、This is カレーパンさ、完璧に。もう僕、これ多分今まで食ってきたカレーパンの中で一番うまいと思って。テンション上がって、これ、うんまいで。で、当時、嫁と同棲したんで、嫁にも、ここのカレーパンめっちゃうまいわ、って、ね。明日、行こうや、また。明日、昼前に、って、ね。行こら、って。ほんで、朝はまた目覚ましかけてないって言ったんですよ。ほんで、わーって言って、ほんで、こう、トレー持って、こう、トング、掴むやつ持って、パッと見たら、次の日ですよ。今までこう、ウインナーロールとか、そんな山積みされてたとこに、コンビニで売ってるランチパックが山積みされてた。え、って言って。ここランチパックの卵サンドで、ここバタージャムでって言ってて、えってなって。なんか僕夢見てるんやと思って、その日は帰ったんですよ。で、次の日もう帰ってみようと思って行ったら、長い間ご愛顧ありがとうございます。潰れてるんですそのまだね、店潰れるやったら分かるんですよ、なぜ一回ランチパックを置いてたのか分からないんですよ、王道な道で、はい、これは未だに僕の中で夢なのか、その何があったのか分からないそれ以来そんなうまいカレーパンには出会ってない、出会ってないですそれ以来なんか4人も奇妙なみたいないやこれ本当にねちょっとねアメージングの話ねアメージング新潟に映画のロケかなんかで行ってて、でみんなでタレカツ丼いうのが有名や、はい、なんか醤油系のなんか、まあ、豚なんですけど薄いのが3枚5枚とか選べたりいろんなセットいっぱいファミレスみたいな感じにも郊外型でなってて、でもややこしいことになる時ありますやん、その注文、はい、8人だか10人ぐらいで行ってるともう品川おったり矢場区の川島おったり、役者やってる三浦正樹おったり、プロデューサーやらなんやらで、ピッピッピーいうやつおばちゃん持ってくるんですよ、メニューね、オーダー取りに。それもう書くやつやないから、もう融通機会のか知らんけど、はい、それぐらいもいけるやろう思うんですけど、品川がまず僕タレカツ丼ちょっとご飯少なめって言いよったんですよ、はい、ないですよねそんなご飯少なめの項目が、はい、だからまあ言ってほな川島が僕そんなその分の大盛りにしてくださいって言っていやいやまあまあややこしいですもうややこしいです兄さんどうしますか、俺はちょっとあんまお腹減ってなかったんでミニ
タレカツ丼のでええわ言うて、エビフライと、まあ、タレカツが2つぐらい乗ってる小さめのやつ、ほんで今度三浦が俺もそうやったらカツカレー大盛りにしたいとか言い出して、もうその分ご飯も足れへんから、ほなもうそれは大盛りな言うて、ほなこっちでプロデューサーが、いや僕ちょっとご飯少なめでいいですけどとか言って、いやもうよろしやんかと、もうそれぞれがもう来てからでええんちゃいますけど、おばちゃんシェフに聞いてきますとか言って、シェフってとか思いながら、いやよろしい、いかんで、まあ、こっちでやります、こっちでやります、だから、なんで大盛りじゃ少なめやね、少なめはええです、もうそれは後でこっちでやります、で、まあまあ、大盛り川島の大盛りと、でこっちのプロデューサーはもうタレカツ丼5枚のやつね、少なめで言って、三浦はもうただの大盛りのカツカレー、でこれみんなで分けるって、それでバーって最終的に来たんですけど、僕のミニタレカツ丼がご飯少なめなんです。お供えやな。こちらミニカツ丼少なめです。何にも言ってない。おじいさんやな。ちょっとまあ仕切ったみたいなことかな。落ち度がある、 あるとしたら、腹立つな。さらに少なめ。俺用の食細い思われてんねん。いっぱい言いましたわ、いろいろ言うてありました。少なめだ、思うんだ、言うたから俺のになった。残ってた。これは、1週間ほど前の話なんですけど、今ちょっとドラマをやってまして、うん、撮影場所がですね、千葉の結構奥の方なんですよ、うんうん、それも朝早いっていうことで、前乗り前日にマネージャーと2人で車で向かったんですよ、うん、着いたらまあ1時ぐらいやったんですけど、夜中の、まあ、腹も減ったなー言って、でもまあ何もないとこで、また1時なんで、どうするって言ったら、ポツンと1軒だけ、その都内とかにもよくあるそのチェーン店の居酒屋が、あの赤い看板の居酒屋が一軒があったんですよ、うん、ほんでまあ田舎の方なんで、その居酒屋の前に駐車場があったりして、あもうここ行こうかって、俺こんなとこあんまり来る方じゃないんで、久しぶりにええわと思って、あ行こう行こうって車止めて、さあ水入ろうかなと思ったら、従業員出入り口からゴミ持った店員さんが出てきたんですよ。ほんでその奥の方にゴミ置き場があるんですけど、そこにその蓋を、ゴミ置き場の蓋パーって開けて、ドーン捨ててゴミを、うん、ああ言うてますよ。シーンってしてるのがもう響き渡ってるんですよ。言うて、まあよっぽどね、まあ、疲れてはるんでしょうね。まあまあこの仕事も大変だろうなと思って、ここで僕バーって入ったら、思いのほか明るくて、結構そんな時間なんですけど、若い人がバーっていてて、ほんで結構、ああ、みたいな、ジュニアみたいになって、ほんでマネージャーが、ちょっとすみません、個室ないですかって言ったら、奥にあります、どうぞ、って案内されたんですよ。ほんで、個室入ったら、掘りごたつでめっちゃ綺麗な、あ、こんなとこの、そういうの個室ってすごいこんなちゃんとしてんねや、思って。ほんで、店員さんさ、呼ぼう、ピンポンって押したら、お呼びでしょうかって、膝ついて、こうやって両手で、ふすま開けるんですけど、そいつなんですよ。さっきから結構食べ物の話が出てまして、はい、僕結構カレーが好きなんです。カレー、はい、でカレーはもういろんなちょっと美味しいという評判のところに行っては必ずカレーを注文して、で僕のカレーの食べ方っていうのは、まずカレーが出てきます、まず見た目で、ああええー、なーと思って、まずそのカレーの雰囲気を楽しんで、でその次にこのスパイスのなんか、あいい匂いがふーっと香ってくる、あーええー、なーと思いながら味わうんです。でそれからカレーを食べ出すんですけども、つい先日もその、まあ、美味しいカレー屋さんに行ってて、あーええー、うーん美味しい、ふーっと食べてたら、パッと見たら長いなんか茶色の髪の毛が一本だけあったんです。やっぱり食い物の中に髪の毛が入ってるっていうのは嫌 やなと思いながら、でもちょこちょこ行ってる店なんで、お姉さんを、ちょっとお姉さん、ちょっとごめん髪の毛入ってる、ごめん言ったら、女の子も気づくと、あすぐ買えますから言うて、女の子がスッと引いた途端に
髪の毛がシュッとなくなったん、うん、ほんであれと思ってふっと見たらここのとこにカレーのついた髪の毛が。ほんで、でお姉さんも迷いながらどうしましょうか。はい、いただきます。結局は自分の自分の。あ、そんなまだ長いのは、あのこのね、9・1に分けてるんで、9・1で、でこの9・1に分けてて食べるときは割ときれいにセットして食べるんですが、ははははそのたまたまわがままな髪の毛がこっちに来てて、で僕はこうしてどうしても匂うもんなんで、匂いなら匂いよかいいなと思いながら近いですよ。で僕の髪の毛にずっと言って、それがどうしてもどうしても気になったという。今日めっちゃカレー食べたいですよ。食べたくなるでしょ。カレーやめるから散髪してもらっていいですか。どっちもやめません。どっちもやめません。これ1年ぐらい前の話なんですけど、はい、僕あのケンコバとアンギャーっていう、まあ、トークイベントやってまして、はい、でそれはまあその各地にまあやってるんですけど、各地に先に行って、うん、でまあご当地のもんとか、うん、なんか名所とか回ったりして、それをまああのトークの元としてなんか喋るみたいな感じのライブをやってるんですね。で長野県に行った時にあのわんこそばがあったんですよ、うん、で、あ、ケンコバとどっちが食べれるかちょっと勝負しようと、そう面白いんちゃうか、で、ワンコそば対決になったんですよ。で、まあ、僕座って、コバ座って、じゃあ始まります、言うて、まあ、あのなんかこんなんつけて、で、おばちゃんがこう、横からやってくれるんですよ。で、カバーンみたいな、カバーン、うん、みたいな。で、ずーっとやってたら、50杯目ぐらいまで僕の方がめちゃくちゃ早かったんですよ。ほんで、うわ、コバ大したことないなと思ってて、ほんで、ずーっとやってたら、だんだんやっぱり食べれんようになってきて、うん、ほんで僕もう100杯ぐらいの前でもうちょっともうあかんなと、うん、もう腹いっぱいだとこれやばいなと思って、ほんでもうコバはずっとうんはいうんってやってるんですよ、うん、ほんであこれ後半伸びるタイプなんやと思ってなんかせこうと思って、なんやねんこいつと思って、ほんで俺もう100杯でちょうどでやめよう思ったんですよ、うん、でなんかやめるときはこう蓋をせんとダメなんですよ、はい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 、で100で次蓋勝負でまたバンバン入れよったんですよ、でいやもうキリ悪いし101とか、もう100でええねん俺はと思って、ほらいや蓋を閉めてくれんと言うて、で、あ、わかりましたって、で食べてパッてやろう思ったらまたそのこっちの間からさあ入れよって、いやもう102はええねんと、もう100で終わりたかったし、じゃあおばちゃんマジでやめて、もう腹いっぱいやねん、もうやめて次言うたら、はいみたいな、ちょっとこう分かったんですよね僕のイラッと、でパッと食べてもう100に終わり言うて、俺小判見たらまだずーっといっとるんですよ、でもその時に107ぐらいいっとったんですよ、ではこれ負けたと、ほんでもう僕ずーっとおしっこも我慢してたんで、あおしっこしようと、ほんでまだ小判食べてるしと思っておしっこ行ったんですよ、ほんでうわ腹いっぱいやと思ってこうおしっこして、ほんでちょっと咳したんですよってほんでってやったそれぐらいやのにボワーン芸出たんですよ、パーンってぐらいやのにボワーンってもうそばの玉が目の前に見えるぐらいで食えと思って、ほんならもう正面のとこにバシャーなってちょっと待ってマジでと思って、うん、結構もう50杯分ぐらい出てるんですよ、俺もマジでと、これどうしたらええねんのと思って、これカッコ悪い思ってこれカッコ悪い、店の人に見つかったらカッコ悪いと思って僕どうしよう思って、うん、でなんか汚いいうか、まあそこ古かったんですよ、うん、そのお店が、うん、だからこうあの立ってするやつももうこのヘリとか真っ利きなんですよ、でも触らなあかんなんと思ってでそのうわね、もうその小便器のところに入ってるからこれは詰まるから出そう思ってブワーってたらもうなんかもう古いおしっこみたいな匂いしてきてもう
ってなったら、また残ってた50杯パーってなったんですよ。ほなまたここ見たらもうそば5杯パーってうわやっぱビッシャーなんだったから、もう100杯100杯やもう100杯もう2杯ぐらいしかない2杯しかないんや早く出た。でもこれあかんわ思って、ほんでもうしゃーないし、もうこうやりながらで、まあ、下にこう落としてで、もううわー思って、横、バーンやったから横にも入ってて、うわー思って、さあ思って、ほんで、さあ下のタイルに落としたけど、これどうしようと、これどこに捨てたらいいんやろと思ったら、ちょうどこう、和弁が一緒の高さであったんですよ、ここに。和弁、はいはい。和弁、和式の、はいはいはい、あ、これやと思って、で、そこにこう持っていくんやけど、これもいちいちやって、おばちゃん入ってきたら、吐きはったんと、なったかっこ悪いなと、やっぱり。いや、かっこ悪いやんだって。102でなかなか行ったやろ、みたいなとこが、便所でも、ね、100杯行ったらもったいない。なんか恥ずかしいでしょ。だからもう、どうしよう思ったら、こんなたわしがあって、で、もうこの絵ついたやつ、それでずっとこう、和弁とこ持って行ったら和弁にこう入れて、で、また和弁の中入れて、で、全部こう入れたんですよ。ほんなら100に入ってちょうど和弁いっぱいぐらいなんですよ。ぴったりだ。ぴったしたらですよ。ぴったしたらですよ。で、よっしゃと思って食ってやったら、いうぐらいなんですよ。ちょっと和弁のここの流れるところのうどんが、いうぐらいなんですよ。もう全然流れへんと。ほい、ちょっと待ってくれと思って、グーやっても、揺れてる。あ、これも今そばのものまで、今そばのものまでこれあかんわ思って、おばちゃん言って、どうしたんですか言って、すいません、あの咳して吐きました、まあそういう話です。そばが揺れるとこがどうしてもやりたかった。あれサビなん、あれサビでしょ、あれサビでしょ、あれサビでしょ、あれがスローやからサビと思えへんから、サビや2回繰り返した、2回繰り返した、だからサビや、サビや。でもそのうち1回うどんって言うてもらった、えっ、うどんって、最初にうどん、歌詞1回うどん入ったから、長野じゃなくて、え、最初長野って言ってました。あれどこやったっけ、岩手、盛岡、盛岡、盛岡、はい、歌い出しからちゃうから。まあ間違えてた。まあ今回はライブバージョンでちょっとね。まあ皆さんも一回ぐらい行ったことあると思うんですけど、そのあるよく行くバーが、はい、バーっていうかそんな大した馬製のバーですけどね、はい、カウンターだけど、はい、まあ、の方にある店があるんですけど、そこまだ前も一回行ってましたらね。はい、まあそれも常連なんかな。おばあが2人ね、はい、その店来る前に多分飲んでたんでしょうね、はい、テンションものすごい上げて、はい、なんかもう飽きて、もうなんかうえーなって、もうなんかもう下ネタばっかり言うとんねん、はい、ほんなら今度なんかそのうちの一人がなんかブラの感じがおかしいとか言い出して、はい、何やねんそのブラの感じとか、はい、なんか手を突っ込んでね、なんかブラをね、こちょ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 やってんのよ、ね、はい、一人のおばあも手突っ込んで、それあんた一回取った方がいいんじゃないみたいなこと言って、はい、何やねんこれ、はい、人もおんねんぞ、はい、で俺も絶対見んといたろうと思って、はい、ずっとこうやってたのよ、はい、ほんならなんかもう、あー、わーきゃーわーきゃー、うわー、あんまりうるさいから、はい、5分か10分我慢してたんかな、はい、もういい加減にせよと、はい、もうその辺でやめとけよっていう意味も込めて、はいはいはい、1回だけチラッてこうやって見たったら、はい、そのおばんとバチーン目を追って、はい、見すぎ見すぎ見すぎだから、これ定食屋さんの話ですね。あ、いいね、なんか良さそう、うん、定食屋さんで僕はご飯食べてたんですね、うん、だからまあよくテレビがついてるこう定食屋さんあるじゃないですか、そしたら横に、まあ、いわゆるそういう〇の方がいや、まあいいいいですよ
先輩、まあ 先輩がそうですね、57、58も60手前ぐらいの、うん、汚い感じの人だったんですね。でもう一人はまあ汚れてる、そう若い感じの人で、ほんでこうテレビをこうやって見てるわけです、うん、でしたらちょうどその音楽番組やってまして、はい、したらそこにあのチャラさんが出てたんです。そしたらそのおっさんの方がテレビ見ながらその若いやつに、なんだあれチャラっていうのかっつって、ああそうですね、あれチャラっていうんですよっつって、いい名前だな、俺も借金全部チャラになんねえかなって。去年のクリスマスイブですよ、うん、12月24日ね、はい、まあ、こう街はこう盛り上がってるわけですよ、はい、そうですね、僕その日休みやったんですよ、うん、で、まあ、僕今彼女もいないんで、さあ夜どうしようと、うん、まあ、まあ彼女のいてない後輩2人誘って3人で、うん、じゃあちょっとご飯でも行こうか言って、うん、まあまあ、まあ、なんかちょっと美味しいもん食べようやっつって、うん、まあ、ちょっとまあまあ高級めのお寿司屋さん行こうか、予約取れるかなって電話して、あ、ギリギリ3名やったら行けますよって言い張ったんで、あ、じゃあ行こうか言って後輩と3人で行ったんですよ。まあまあそんな日なんで、もうカウンターも全部カップなんですよ、全部カップなんですよ、はい、ほんでうち3人座ってる横だけ女性1人で1個席空いてるんですよ、だから待ち合わせで男性待ってあるんですよね、はい、でも全部カップル男3人なんですよ、うん、ほんでまあいろいろ飲み物頼んだりしてたら、もうすぐ ごめんね言うて、30代半ばぐらいの男性、30代同士のカップルです、大人のね、あ、ごめんねって言ってプレゼントをポーンって渡して、そのことにはもう一切触れず、大将、ビールみたいな、すごいこうスマートだね、もうこっち3人、うわーええー、なーってね、なんなんですよ、女の人は、見ていい見ていいって言って、おいいよ言って、ほんで出し合ったんですよ、紙袋から、はい、紙袋の中にもう一個薄い白いこう巾着みたいなのに入ってるんですよ、ほんで見ていい、うん、で、ね、出したらその白い巾着でそれパッて開けて、その女性が「なんでやった、嬉しい!」って言うてるんですよ、ね、うわすごい言うて、はい、こっちから見てもどう考えたらその本心の心からの嬉しさなんですよ、やった、なんでなんで出していいっつって、彼氏は「うん」みたいな感じで「何やろ?」と、うん「やったえ!」言うて出すんですよ、うん、ね、うん、パッて出したら、うん、野球のグローブなんですよ、
熱い熱い。こっち3人やるなそれは。もうほんなら後輩一人が、うん、グローブって言うたんですよ。声出すな声出すな言うて、ほんなら「やったーはめていい！」って言い出して、マジかよ、寿司屋でこうやってグローブはめ出したんですよ。ほらすっごい可愛いんだけど、可愛いでこうやって寿司食うてんすよ、グローブはめて、もうもうずっとはめてくる俺ね。いやもちろんしてはれませんよ、けどそのうち俺寿司こうすんじゃん、ボールみたいですごいね、寿司握らして紐で止めて肩つけて肩つけて、いやほんまこうやって喋んちゃうかみたいな。何やろそれ、ね、まあ、でも謎やわそれはもう、へっていう話なんですよ、うん、っていうのをまあああるところでね、うん、いいともの増刊号でも喋ったんですよ、うんうん、はい、ほんならあれ私のことやって言って、うん、その女性がなんと、うんうん、いいとものプロデューサーの大学の同級生やったんですよ、うん、たまたま、はい、ほんであれ私のことや、確かに知りたい、あのジュニアさんが隣で寿司食べてはったっ て、うんうん、お前さ、そグローブ持って、うん、なんでそこまで喜んでたの、うん、ほんなら実はその男性は旦那さんでずっと学生時代から野球やって、ほんで社会人になっても野球やってはって、うん、で付き合ってる当時にいつか落ち着いたらあなたと一緒にキャッチボールしたいわってポロッと昔言うたことがあって、うん、ほんでその旦那さんがもう社会人野球をやめることになって落ち着いたから今度いやあのキャッチボールしようなっていうのを思い出して渡したんだ、あの一言、若い時の一言を覚えててくれたんやって言うんで、うわそうです、俺この話誠治にしたら、はい、お前嘘つけ言うて、はい、誰がグローブ持って喜ぶねお前、ほんま訴えんぞお前、嘘ついてまで笑い欲しいんけみたいなこと言うてた、法廷で俺戦いますよ。子供が2人いまして、子供が2人、7歳と3歳の女の子なんですけど、あの子供って1回受けたらそればっかりしようよ、あやるやる、けど上の子が、最近大人が喋ってることを聞いて歌いよ、でこれまずこれは本当に悪気はないんですけど、嫁と近所の奥さんがおるんですけど、あの奥さんゴミ出す時ちょっと必死な顔になったらカバに似てるよなっていう話なんですよ。でそれでわーって笑った時に上の娘が「あのおばちゃんの顔カバに似てる」って歌ったんですよ。ほんでそれでちょっとわーって嫁と笑ったんですよ。でこれが受けたって書くのなったんですよね。そうね。はいはいはい、そうね。でもうなんかことあるごとに歌うんですけど、まあ、家の中やったらいいんですけど、外で例えば僕は靴買いに行ってて、押しの強い店員さんにはちょっと僕断りづらくなるんですよ。ほんで座って、まあ、履いて足何センチですか、27です、じゃあちょっとサイズ見てきますねって行かれたりするんですよ。ほんで嫁がわーって来て、買うのって言うから、うん、どうしようかな言うたら、うん、まあ、そんなんやったらやめといた方がええんちゃうって言うんですよ。で僕が分かった、履くだけ履いてとりあえずうまいこと言って出るわって言うんですよ。でそれを聞いてるんか知らないんですけど、店員さんがお待たせしましたってプリプリ帰ってきて、僕の足バーッと履かしてグッグッてやってる横で適当に言うて、吐くだけ吐いて出るわとかをもうなんか心なしかグイッグイッグイッってされてるみたいな、もう買わなしゃあないやんみたいなことになるんですよ。ほんでうわーもうって言うて、もう前田歌うなと、もうお父さんとお母さんのな、これもうお父さんお母さんが気づけたらええねんけども歌ったあかんって言うてたんですけど、ある日あの蕎麦屋さんに行ったんです、はい、で結構高い蕎麦屋さんって聞いてて勉強のために行ったんですよ、はい、ほんでまあ普通に入って周りお客さんもたくさんいらっしゃって、パッて見たらあのカツ丼が1500円で、天ぷらそばが1800円ぐらい、はい、僕にしてはなかなか高いんですよ、はいはい、でこれ高っか思いながら、でもまあ勉強で来たからどんなもんか食べなあかんわ思って、ほんでとりあえず、まあ、嫁はなんかもうそんなとこでなんかおろしそばみたいな食べよるんですよ。まあいいんですけど、ほんでなんかガツッと来いやってあるんですけどね、おろしそば食いよるんですよ。ほんで、まあ、子供はカレーうどんと親子丼を取ってシェアしろと、で僕はもう一家の主として、カツ丼と天ぷらそばっていう頼んだんですよ。ほんでみんなバーって行って、でもう一回ちょっとメニュー見してやっぱり高いんですよ、はい、で冷静に見たら天ぷらそばとカツ丼頼んだけど3300円や思って、はい、これなかなかやなと思って、嫁に俺だけで3300円やって言うたんです。ほんなら
めちゃめちゃ大きい声で、パパだけで3300円って歌い出したの。パパだけで3300円。で、周りの人もう黙ってるけど、高いって思ってるのか知らんけど、めちゃめちゃ笑い出して、なんか心の代弁者現れたみたいな、はいはいはい、もうパパだけでわー笑ってるから、やめろ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 、お前恥ずかしくやめろやめろやめろって言うて、それ欲が嫁やったんですよ。嫁にハッハッハッってやったんですよ。黙らせっていうことで、ハッハッってやったら、嫁がってうなずいて、子供にクサッって言って、あ、よかったと思ってやめんのかな思ったら、子供がまたパパだけで3300円、安ーって見え張ってた。いや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 、休みの日に結構地方まで食べ歩いたりするんですよ ね、ええ、でまあ、1日休みがあったんで、その日はね、沼津にちょっと海沿いのちょっとなんか地魚でも食べようかなと思って、沼津に後輩とまあ出かけたんですよね。でなんかこう、なんか地元で有名なその料理屋、まあ、居酒屋みたいな感じの魚食べさせてくれる店にパッと入ったら、まあ親父さんですね、まあ、ご主人がいて、おそらく奥さんであろう人がいて、その奥さんがやっぱ気づいてくれたんですよね。あ、アンジャッシュの渡部さんだと、大ファンで、もういつもテレビ見てて、本当美味しそうにご飯食べますよねって、すごいいきなりもう結構なテンションで、すごいファンだってことを言ってくださったんですよ。でもう気分も良かったんで、ありがとうございますって言って、もう今日特別にね、もうスペシャルコースで今日は出すからって言って、もうこんな刺身のまず船盛りみたいにドーン出してくれて、食べて食べてって言うから、こう食べようとしたけど、ずっとこう横にいるんですよね、僕と後輩の横にずっといるから、まあ、ちょっとなんか意識しながら、お、美味しいなこれみたいな、ちょっとまあオーバーめにやったんですよ。そしたらもうおかみさん喜んじゃって、うわテレビと一緒、もうすごい嬉しい、ケタケタケタって笑ってくれるんで、まあ僕ちょっとお酒も入ってたせいもあって、ちょっともうこれはもうサービスした方がいいなってことで、もうわこの味、新鮮すぎて口の中で生き返ったんじゃないですかこれみたいなこと言ったら、もうまた大げさにどっかんどっかん受けるんですよ。でも完全に僕もサービス精神に火がつきましてですね、行ったろってことで、もうマグロ食べて、うわ柔らかい、もう溶けてなくなっちゃった、今僕マグロ本当に入れましたとか言ったら、またとっかん受けてキャハハハってもうよじれんばかりに笑うわけですよ。でももう最高、渡部さん、じゃ今日はね特別にもう市場には 出回らない特別なお魚出したって言われて、地元の漁師しか食べないこれマンボウのお刺身なのって言って、珍しいのよって言ってマンボウのお刺身を出してきたんですよ。でこれもとどめだと思って食べて、もう100の力でうんマンボウって言ったんですよ。もう間違いとどめだと思って、まあ、そしたらお母さんがテーブル拭きながら、これ食べた人ねみんなそれ言うのって、みたいな、嘘でしょみたいな、もう恥ずかしくなっちゃって、と思って、もう本当にもう俺カメラ回っててもそんなこと絶対しないのに、ものすごい後悔して、もうマンボウの味も今全く覚えてないですね。もう恥ずかしくて、絶対やめようと思って調子に乗るのは、もう凝りましたね。
あの目黒に住んでた時の話なんですけど、まあお昼何の気なくテレビつけてたら、なんかラーメン特集みたいな、まあよくあるような、はいはいはい、こんな美味しいラーメン、東京でこんなありますよみたいなやってたんです。ほんでその中で一個なんかボロボロのラーメン屋さん、うん、まあちょっとお世辞も綺麗と言えへんような結構老舗のラーメンを紹介してたんです。でここの担々麺が最高に美味しいですみたいな。で、あ、うまそうやな。で最後パンって地図が出たんですけど、うん、めっちゃ家の近所やったんですよ、うん、でも住宅街やしそんなとこにラーメンあんねやんか、うん、いつも結構そう4年ぐらい住んでたんですけどそんなとこ通ったことないから、うん、あ、ほな今度行ってみようぐらいの、まあ何気ないちょっとそんな感じで見てたんですよ。ほんでまあ10日ぐらいして、あ、そういえばあのラーメン一回行ってみようと思って仕事早終わった時に、そのお店が夕方5時から開店するんで、あそこ行ってみようと思って行って4時50分ぐらいに着いたらもう並んでるんですよ、やっぱテレビの影響でみんな担々麺特集とかやってたから、すごいな10日経ってみんな並んでんやん、うん、で僕で9人目ぐらいで横に、一番最高峰に、まあ、50ぐらいのサラリーマンのおっちゃんがこう並んでて、で、まあ、待ってたんですよ。サラリーマンおっちゃんが、これ担々麺美味しい店ですかねとか言ってくれて、うん、あ、僕もテレビで見ただけなんですけど、あ、楽しみですねみたいな、もう何気ない会話して、ほんで5時になったんですよ、うん、5時になったらその60ぐらいの、まあ、大将が、中華料理屋の大将がバーンって出てきて、もうのれんをこうかけるんですけど、あ、みたいな感じで入ってったんですよ。あんまりちょっと愛想よろしくないの、まあ別にうまかったらいいんやけど、あ、みたいな感じで、これ入れってことなんですかねみたいな感じで10人がガッと入ってたんですよ。で中華料理屋、まあまあ結構ボロボロなんですけど、カウンターしかないという、でカウンターでちょうど10人入る、うんうん、でちっちゃいんですけど結構中華のメニューがびっしり貼ってるような、うん、換気扇もちょっと油切ってるような、ちょっとまあ汚いけどうまそうやなみたいなところだったんです。ほんで、あ、何食おうかな、でもまあ担々麺食いに来て下の担々麺頼もうかなと思ったら、その60の大将が、あんたらどうせ担々麺だろなあ、テレビで見たんだろ、担々麺だよなみたいな態度なんですよ。あ、ちょっとんとはなるじゃないですか、なるほど、なんか天狗なってるんか、まあでも担々麺食いに来たしなと思ってたら、一人ずつに、あ、担々麺だろな、あ、担々麺だろで言われたもん、あ、はいみたいな、あ、はいみたいな、で僕の番になっても、いや、ちょっと違うこと言いたいですけど、やっぱほんまに担々麺食べたかったんで、はい、担々麺でお願いしますみたいな。で僕の横の50のサラリーマンの人に、あ、担々麺だろっつったら、この人がホイコーローって言ったんですよ。仕掛けたんですよ。仕掛けたんかな。仕掛けたんかな、それは。担々麺美味しそうせんって言ってたから、こいつ生きよったと思って。レジスタンスですよ。生きよった、この人かっこいい。流されへんかったなって。ホイコーローって言うの。ああ、みたいな感じで。で、10分ぐらい待ってたら、まあ、担々麺はちゃっちゃちゃっていい作業で、おじさん一人作ってくれるんですよ。で、一人ずつにこう、担々麺をこう、渡していく。はい、できる、はい、はい、みたいな、こんな感じで渡していく。ほんで僕の前にも来て、うん、ああ、まあうまそうやな、スープ飲んで、まあ残念ながらめちゃくちゃうまかったですよ。ああ、ほら、まあうまいし、うん、まあここまでの態度チャラにできるぐらいうまいな、うん、と思ってて、そっから5分後にホイコーロー定食がそのおじさんの前に来たんですよ、うん、ホイコーローとご飯と中華スープ、うん、でこれが来たんです、うん、ああ確かあれめっちゃうまそうやな、うん、次来たらこれ食べようかなと思ってて、そのサラリーマンのおっちゃんがこうホイコーロー食べようとしたら、大将が、おい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 、待て待て待て、お、食べ方あんだよ、うちのホイコーロー、食うなお前みたいな、でこれ見てみろ、ただなんかホイコーローのとこに食べ方ありって赤字で書いてあるんですよ、おいおいおい、うちの食べ方食べてくれよみたいな、あ、いや、はって、また食べ方、おいおい、待て待て待て、食べ方あんだよ、うちの、うちの食べ方やってくれよみたいな、お前うちの食べ方知ってんのかって言ったら、知ってるって絶対嘘なんですよ、うん、震えながらも知ってるで、行こうちゃん、おいおいおいみたいな、もうこっちも全員担々麺止まったままなんですよ、60と50がほんまに喧嘩してるから、え、やばいやばいってなって、おいみたいな、食うな食うな食うなみたいな、ほんでこれ後で分かったんですけど、ご飯と一緒に食べろっていうことらしいです、うん、ホイコーロー相当辛く味付けしてるんで、ご飯でご飯ごとホイコーロー行ってくれ、はいはい、それがそういう味付けしてるんで、その食べ方で行ってくれって言うんですけども、それをまあ全く知らんと、意地だけで行こうとする、おいおい待って待って待て、うん、待て待て食うな、お前ホイコーローうち食べ方なんだよってずっとやって、ずびんな食べれず待ってて、それでまた行こうとするから、大将が、おい、じゃあもううちのホイコーローの食べ方知ってんだったら行ってみろよって言われて、そのサラリーマンのおっちゃんが、残さず食べることって言ったんですよ。めっちゃ怖いな、間違ってもないし、すごい60の大将が
そうだよそれがきっかけどうかわかんない。1年後にすぐ潰れてたあかんのかい。いやめっちゃうまい店やった、うまい店。滑らんなやっぱり、ね、その長渕剛さんがそうやからファンの方はそういう人が多いし、うんうんうん、やっぱりこう母体となるそのタレントさんであるとか、うん、アーティストさんを表すのはやっぱりこうファンの方じゃないですか、うんうん、逆に言うとファンを見ればその人が分かるというか、ね、例えば宝塚ファンなんて、うん、もう宝塚歌劇が素晴らしいから表で待ってる人なんてもうビーチー並んでもうすごいですよ、はい、規律が、うん、とかいいともやってる頃に行ったらある玉いつもごちゃごちゃってなってる中その日だけは3列で通路で人垣一番前の人みんなしゃがんで、2番目の人中腰後ろの人見えるように後ろの3列目は立って、っていう3段になったこう壁、うん、そこを通ってあると入るんですけど、あのよろしくお願いします、今日はうちのメンバーお願いします、頑張ってくださいとか言って、誰が今日来んねん思って行ったらテレモンショッキングのゲストがあの桃色クローバー Z なんですよ。ファンの人たちはそういう感じやし、でもすごいきっちりしてるんですよ、うん、例えば香取君と一緒になってて地下中とか行っても香取君はいますけどこのある一線から絶対近づかないとか、みんなすごいこうやっぱりこう母体がしっかりしてるとファンの人もしっかりすんねんなってね、うん、この間もう一軒ぐらい飲みに行きますみたいな感じになって2時半に24時間やってる中華料理屋さん行った、男俺以外3人だから4人、男4人で行って、一般の人ですけど、ほんでビールとちょっと餃子みたいなつまみながらちょっとトイレ行こう思ってトイレ行った、トイレの前に女性がガリッガリなんですよ、どう見てもちょっとおかしいなっていう痩せ方のガリッガリの女性が中華料理屋で5皿ぐらい並べてブワー食べてるんですよ、すごい、もう異様な空気、ガリッガリやけどめちゃくちゃ食うてるんですよ、ブワーと思いながら俺トイレ行って出てきて、ほんでこっちは元いた席座ってああですねこうですねなんて言いながら言ったらその人は全部食べ終わって、で会計こっち来てレジがここにある、あれあれとか言って俺にせやんなせやんなジュリエンなとか言って、ああちょっと兄ちゃんって店員にマジックちょうだいマジック、もうこんな言い方なんですよ、マジック、ああサインしてサインして、何にも持ってないんですよマジックしか、おはサインして言ってマッキーで、はい、俺肩グリグリやられて、サインしてサイン、夜中の3時ぐらいに、はい、サインして、どこにしましょうって言ったら、ここまで白くてそこから下黒いワンピースみたいなの着てたんですけど、ここにして服にですよ、はい、ここにして言ってまたマッキーでグリグリやられて、はい、ここではここにここにサインして、はい、もうサインした方がもうええわ早く帰ってもらおうと、はい、はい、言って俺ここに千原ジュニアって書いたら、ありがとうって言って最後に一言、ほんまやな政治のファンやねんけどな出た出た、またや、またやでしょうねでしょうねでしょうね、母体を表してますわすごい、すごい怖いよね、怖い話、天下統一の話、すっげーでかい話やな、はい、天下統一というお店がありまして、お店かいもう終わったわもう終わったわもうこれで志もうこれで終わったわ、はい、そういう気持ちじゃなくそういうお店があった、お店が、いやもうそれは戦国武将ちゃうからな、はい、天下統一してやろうというような話じゃなくそういう店があったという、はい、野心ではなく、うん、そういうお店があってオープンして2週間ぐらいで行く機会があったんですよ、うん、天下統一という店に、うん、で、まあ、あの天下統一って言ってるぐらいなんで、まあ、その小籔さんより歴史の結構好きな人がオーナーで、あー、なるほど、いろいろこうやってて直江兼続のその愛とか、はい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 、ああいうのとかも含めて、まあ、そういうのが意識あったりとか、あで、まあ、最初にあのよく居酒屋であるんですけど太鼓叩いて、うん、何名様おなりドドンドンとか、あ、太鼓があるじゃないですか、うん、まあ、叩き方として、まあ、何でしょうね、おなりドドンとか、うん、ドドドンドドドドドドドンドンとかだったら分かるんですけど、うんうん、2週間なんでちょっとオーナーが全体的に
なんて言うんですかね、意気込んでるチームワークがこうあまりなってないファッファファッファしてんのかな、ちょっと全部がファッファッとしてて、5名様おなーりー、ドットーンドンドットーンドンってなってこれも大丈夫だドットーンドンってなったら武将感ないもうウェッウェッウォッしか言わないですよ、どう考えてもこれ大丈夫か天下統一と思いながら座ったんですよ。でお鍋のコースがありますっていうので、うん、じゃ あのお鍋じゃ用意してくださいって言ったら向こうからくのいちが出てきまして、おでこちらのお鍋豚のコラーゲンになりますのって言って説明さんすごい でもくのいち来た天下統一あそういうことかと思ったら次侍がスタタタタタッと来て、うん、こちら魚のコラーゲンになりまするつってスタタタタタって言うんですよ。ちょ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 あのくのいちと侍ちょっと来てるんですけど、いやいやくのいちが豚のコラーゲンって言ったけど、お前その後来て魚のコラーゲンになりますって言ったけどどっちこれ、ちょっと分かりかねまするちょっと大名を呼びまするちょっとすいませんとかただの店長ですけど、何でしょうって店長だけ全然キャラクターない何でしょうかってなって、いやいや豚のコラーゲンと魚のコラーゲンって言うからおかしい、どっちなんつったら、あこちら豚のコラーゲンですよ、あ分かりましたって店長忙しいんでパーッと言って侍に、どういうあれで魚のコラーゲンって出てきて、というか魚のコラーゲンなんかあんのそもそも、ちょ緊張しすぎやで、うん、俺らせっかく天下統一楽しみにしてねえからもっとリラックスしていこうや、すいません本当に申し訳ございませんつってスタタタって言ったんですよ、で鍋をつついてたら、急にですよ、全く何もなしにバーンって電気落ちたんですよ、全部の電気がバーンと落ちて、あーって鍋やし危ない、あとろびしかついてんし、おいってなって、店員ちょっと電気消えたよ電気消えたよっつったら、まあまあ店内に聞こえるマイクでしょうね、なんかマイクみたいなんで、違いますこれは停電ではございませんみたいな、あなんかこれショーやと思って、アトラクションや、ああなんかショーが始まる始まるっつったら、時は1500年って言って、この織田信長のこの時代のどうのこうのっていうアナウンスが始まったんですよ。でも名古屋兼次一色なんで、もう全然その時代が関係ないんですけど、兼次おらんしその時でわーってなって、織田信長がどうのこうなってて、謀反が起きました謀反が起きました言って、今度はその全部の真っ黒のライトからストロボが焚かれて、サッサッチャチャチャってなると、侍とくのいちがチャ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 聞こえたんですよ。俺それアトラクションだと思ってるんで、うわーってなって、なんかこう武器か何かでバーってやったと思って、どないした、何が起きてる何が起きてるって言ったら、いやトラブルです、今のはただのトラブル、トラブルが起きてます、英語使う、それ全部ストロボですよ、ずっとストロボ焚いたまま黒い血が鍋片付けてる、駒送りになってお待ちくださいませお待ちくださいませゆっくり全部全然おもろないし、ストロボ焚いたままくのいちがずっと片付けしてるとこずっと見守る、何やってんの、立ち店やな、でパーンと上がりついて、申し訳ございませんでした、ちょっとショーの方ができませんで、こちらにトラブルありましてってなるから、ちょっと集合しようと、落ち着こうってって、ちょっとちょいくらなんでもこれやりすぎだって見たら、ものすごいこぼれてるし、皿もなってもこれやめた方がええって、危ないから、だと店長これストロボ多分無理やって、この鍋のやってるとこで危ないから、いやいろいろあの天下統一でいろいろ催しもやりたいんで、まあこういうこともやろうかなと思ってて、申し訳ございませんでした、サービスでデザート出しますんでそちらで勘弁してもらえませんかっつって、その店長がおいって言ったら、デザートですか、カゴ入れ、結構遠いとこから2人が、デザートやしなと思いながら、パッとロールケーキになりますって、くっそ, そりゃそうだ何回ロールケーキ揺れてる揺れてるこんな来たこんな塊みたいな団子みたいな状態になってっていう天下統一の話です。よかったですね、これよかったです、ね、うん、最年長木村さんですよ松本さんと同じですけど、うさぎ上やっつってもうめっかりやっていう話怒ってるな怒ってるな怒ってる
ですよ。何で来てん。グアムのラーメン屋さんなんですけど、はい、松本さんいらっしゃったと思うんですけど、はい、後ろの席で日本の、まあ、要するにその、まあ、から出店している、まあまあ、グアムには、まあ、もうそこしかないぐらいの感じのところも美味しいんですよ、はいはい、で現地の人がね、まあ、よく来られるんですよ、まあ、美味しい言うて、まあ、ラーメンね、はい、まあまあ珍しいのもある日本の味にもなってますよ今、はい、で後ろの席でね、もうそれこそもうなんていうんですかね、もう短いオールバックでピシッとしてサングラスかけて、もう褐色ですわね、現地の人ですから、うん、若い30、まあ、まだ行ってないです、で一人で来られたんですよ、ピタッとしたシャツ着て、はいはいはい、それでラーメンを、熱いラーメンを、で俺鏡で見えてるんですよ、人の人でラーメンを着てめちゃめちゃ猫舌なんですよ。まあまあね。それはもう怒ってるね。もう怒ってるわ。来てこうまずね、こう来てね。箸でこう、箸はうまい。箸はそう、だから何回も来てるの多分、うん。箸上げて、肘ついて、はい、さあこっから吹きにかかるね。はい、角度変えたもうこう肘ついてるからもうずっと拭くつもりやねん。ちょっと見えてんの備えてる。何回拭くねんこいつ。肘ついてるね。一回10回ぐらい拭いた後一回置きよん、はい、で置いてその縁どんぶりの縁に箸かけてあのそうめん干すみたいな感じで一回休みよ。でまたおもむろに行こうと思ってもう汁も何も味も何にもあれへん。多分めっちゃ冷えてる、クーラーも効いてるし、もう一回拭こうとした時にちょっと唇当たってフッてなって、見た、まだ熱い。あ、 今肉眼で見たんですね。見たんです。何歩ほど拭くね。でも吸うのはできへんからこう口に声入れて、はいはいはい、で食べてもう遅いやん、はい、で俺は食べ終わってもう行きましょうかって言って、なんじゃこいつみたいな顔して横通るときにこう見たらこうやってパッと目をってなんでやねん。何にもグッドテイストのことあるやん。テイスト知らんやろ。分かってるな。確かにあれはひどくてね。ねえ、ねえ、返しの前外国人の方と思ったんですけど、あのなかなかいないですよそれ。カレーを食べてたんですよ、はい、ある店でね、はい、俺は食べてたら店員さんが3人ぐらい集まって、はい、あいつまた来るぞと、うん、なんかこう店員会議が始まってるんですよ。あいつ白人いつも3時になったら来よると、はいはい、で絶対にマスターカードで払えますかって聞いてきよる。いつも、もう毎日来てるんですって、うん、でもう来よるでと、うん、で僕カレー食べながらパッと見たら2時55分やったんで、これは見て帰らなあかんわ。そりゃそうや。ブワーってゆっくりゆっくり食べてたんですよ、うん、ほんならねやっぱり5分もせんうちにすいませんっていう声が聞こえたんですよ。これパッて見たら色気のないケント・ギルバートみたいな白人がこう立って見てるんですよ、うん、でここマスターカードで払えますって言うんですよ。まあもう毎日言われてるわけですよ、うん、で店員さんももうあ払いますよ払いますよってちょっとそっけないんですよ、うん、はいはい、でわーって入ってきて僕の隣の隣ぐらいに座って、うん、ここ誰もいないんですよ、うん、で隣に座って隣の隣にでこう見ながら一個ずつねこのカレーはマスターカードで払えますって言うんですよ。一個ずつ聞きよるんですよ。緊張を期してるんですよ。緊張を期しとるんですよ。店員さんもイライラしてて、はい、でサイドメニューもサラダもマスターカードで払えますっていうのを時間かかるな。これはうまいぞと、まあね、食べてたら、うん、でまあじゃあこれとこれとマスターカードで払えんだらお願いしますって言うたんですよ。はい、分かりました。で、まあ、注文。で次その待ち時間で、うん、なんか単車の雑誌を持ってきてるんですよ、はい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 、日本版の、はい、でバー見ながらマフラーのページぐらいで、はいはい、店員さんにこれってマスターカードで聞きよるんですよ。あからさまにおちょくってるぐらいのレベルなんですよ、まあね、これは日本代表としても締めたらなあかんで絶対そいつがマスターカードで払いますっていう前に、うん、って言いよるから、うん、その次にその外人が、うんって言った瞬間僕がね、はい、払えるって言ったんですよ。すぐに外人さんね外国人の方が言った瞬間僕の方パッて見てマスターカードでって言った。強っ。
雰囲気よんな。でゆっくり説明しました。全然おらへんかったよ。全部払えるマスターカードで。全部払えるよ。統治法知ってたよ。自然に出たそういうとこ。すごいな。すごいな。あれはすごかった。すごいところが。すごい。うまいな。結構お酒が飲めるような感じのラーメン屋さんってあるじゃないですか。一品とか充実してて、はいはい、テーブルとかもしっかりあって、はい、そういうとこに僕大阪のラジオを夜生放送の前にちょっと食べに行ったんですよね、うん、で行ったら割かし若めのサラリーマンの方3人がもう結構お酒飲んでて、うん、でまあ若い言うても1人は30枚ぐらい で2人は新入社員みたいな、うんうん、でこれがねこの30枚ぐらいの、まあ、先輩の方がちょっと聞くに耐えないようなこう説教みたいなのになってるんですよ。もう聞いてた嫌なこと言うてるなあの人っていうのは、もうそれがもうこの人マジかみたいなこと言ってるんですよ。このお前らにはそう俺が足りん、俺この俺っていうのがこの俺たちの世界では大事、俺がやります、俺が前出ます、お前らにはオリジナルがないみたいな言って、ラーメン屋で死んだ今は何かが言うとるなそれマジかみたいな思いながらラーメンもうちょっと聞いとこうもだよね。なんでないの、頼むからお前たちそれぞれのオリジナルを明日から見せてくれ。もう若いやつ、はい、すいませんすいませんなってるんですよね。もう ジョッキ全然動いてないです若いやつ、はいすいませんみたいなって、ほなもうそろそろ締めに入ってたんでしょうね、うん、ラーメン3つお持ちしましたみたいな、うん、また結構ね結構僕より大きいぐらいの女の子のドジそうな子が3つのラーメンをこう持ってきてしまう。もう2つの方もこんなんなってるラーメン3つお持ちしましたって声も震えてるんですよね。これはやばいぞと僕思ってたんですけども、まだこっちはもうオレジナルオレジナルって言ってるんですよ。こう持ってきてるのからね、とんでもないシーン見てしまった。もう案の定そうドジそうな子がこの2つの方をこのオレジナルにガーンってなってる。ほんならそのドジそうな子がもうパニックったんでしょうね。何を思ったんか、自分がガーッやってもったのに熱っって言ってもったんですよ。熱っって言うからオレジナルがバーン立ち上がって僕って言って一人称僕かよ。そこは絶対俺や。僕。あおやそいつ。うわ腹立つわ。腹立つオリジナル。腹立つオリジナル。どうでしょうね。皆さんとはどのぐらいお酒飲んだことありますかね。割とこう飲んだ人は分かってくると思うんですけど、はいはい、あんま悪い酒じゃないでしょ。はい、結構こう、うん、機嫌が どっちかというとこう上向きになって、はいはい、そういうの嫌いなんですよ。もうなんかこう酒飲んでこうなんか泣いたり悩みしたりとかそういうの嫌で、結構こう楽しく飲みたい人なんですね。はい、でその時もそうなんですよ。ちょほんま1年ぐらい前かな、宮迫もおって、はい、仕事終わりで宮迫とご飯食べに行って、はい、で後輩も何人かおって、ああもう楽しい楽しいって、まあ、すごい僕も最近あんま飲んでなかったんで、はい、結構楽しかった、はいはい、でこのまま飯食うて終わってもいいんだけどもう一軒ぐらい行くかみたいになって、はい、その時にまあおった後輩が、ちょっと知ってるバーがあるんでそこ行きますか、おい行こう行こう行こうって言ってでバー行って、はい、でもうまた飲んでやーっともう騒いでたんで、そのバーになんか常連さんみたいな女の子たちがまた入ってきたのね、はい、で4人ぐらい入ってきて、でそんな広い店でもないんで、はい、まあまあ常連同士なんで、まあ、話もするじゃないですか、はいはい、でみんなでこうわーって騒いでた、あ楽しい楽しい、やっぱ酒って楽しいなみたいになってたの、はい、その時にまああんま覚えてないんやけど、誰かがね後輩の誰かがこの中で男性誰が一番かっこいいですか、抱かれたいですかみたいなことをもう後輩が言って、もうそんなもういいから俺もそんなもう昔ならそんなもあったけど、もうかめへんかめへんもうやめようやめようって言ったら、でもちょいと聞きたいじゃないですかみたいなことになって、はい、じゃあ彼女からってこう4人おってね、はい、その子が私まっちゃんもうありがとうと、はい、もうええねんしんどいわもうそんなもうええねんええねんそんなええねんもう気使ってるやんかこうやって今もう一緒に行きましょうよ、私松本さんもうほらもうこんなもう松本さんしか言われへん空気やん
俺も照れるし、もう面白いかこれって思って、でも続けましょうよって、もうええわ、もうタクシーも呼んでくれとか言いながら、俺も行くでとか言って、で3番目の空気は彼女があった、私宮迫さん、はいはい、そりゃまあそうやろと、はいはい、松本松本時、そりゃまあ宮迫そろそろコント、これ逆に気持ち悪いわ、あ宮迫来るわなあ言うてやってた、ほんでこう4人目が私まっちゃん、いやここでまた俺に戻すリアリティの感じかと。いや、なんかそれでなんかほんまでっせみたいな感じにして、俺が喜ぶと思うなよみたいな。でもまあおもろい、まあ映画な映画な、帰ろうかなー言ってたんですよ。で、2位だけ聞きませんっていうのはまた言うねん。いらんと。2位いらんねん別に。って言うたんですけど、まあまあ2位だけ聞いて帰りましょうよって言うから、ほな、はいはい、まあ彼女さっきあのマスちゃんって言ってくれたね彼女、はい、じゃあ次誰って言ったら、はい、私宮迫さん、はい、ほら結局先輩から順に言うてるだけやん、全然おもんないやん、はい、やろうって言って、もうこれ聞く意味ある、まあ一応聞きましょうよ、で2人目の子、はい、また僕あのまっちゃんって言うてくれた子やね、2位じゃ誰、私宮迫さん、はい、もうそのままやん、全然やん、何やねん、もうええやろでまあまあ最後まで行きましょうどうせやったら、で3人目、はい、ねあの宮迫さんってあの最初言うた子やね、はい、で2位じゃ誰なんったら、私堤下さんって言ったんですね堤下ああそういえばおったなと、インパルス堤下、堤下、堤下、ああ堤下、なるほどね、あいろいろあるよねそりゃ、全然いろいろ、全然タイプいろいろあるから2位堤下さん、あなるほどなるほど、じゃあ4番目行こうか、俺もタクシー待たしてるから4番目行こうか、最初まっちゃんって言うてくれた声ね、でごめんなさい堤下さんっていうのはどういうことっていうのもちょっとあったんだけど、いやどで堤下さん、え太ってるで大丈夫、いや私堤下さん、あそうなんだ、じゃあ4番目 あなたは、あなたはじゃあ2位誰って言ったら、結局また宮迫さんってなって、ほらもう結局このパターンやん、ちょっとだけあれやったけどこのパターンやまあなこうなるわなでもまあまあ楽しい楽しい、はいはい、帰ろう帰ろう言って、俺その日もう割と上機嫌 で、ね、上機嫌で帰ったんです、で帰ってまあ風呂入って、僕絶対風呂入らないと寝れないん で、はいはい、で風呂入ってまあ歯も磨いてああ楽しかったと思ってバッて寝て、割とすぐ寝れたんですけど、朝パッと起きた時に堤下の件が腹立ってくる堤下俺を愛してくれた女たち堤下俺の振る舞って与えてきたお笑いたちレギュラー番組それを支えるスタッフたちマネージャーたち、まあ、思い返しても腹立つことっていうのはあんまないんですけど結構あるよあんまない方なんですけど、僕、まあ、あるおじさまにフグ行こうかって言ってもらったんですよね、うん、フグ行こうかってアールダンスで僕ら二人で行くんかなと思ってて行ったら、他にもメンバーいてたんですけど、おじさま、僕を誘ってくれたおじさま、そしてその方の部下、若い方ですね、で、僕ら年上なんですけど、でホステスさん二人がいてはったんですよ、そのおじさまがよく行く、ホステスさん、まあ、じゃあ同伴も兼ねて行こうかいな、まあ、芸人も来るしみたいなことなんでしょうか、で、まあ、5人でフグをいただくという、まあ、すごい高いところでアールダンスみたいな、ほんで、まあ、まあ、僕一番下っ端ですし、まあ、ちょっとこう喋ったりとかしてたんですね。ほんだら、もうすごい美味しいフグいただいてたんですけども、おかみさんが、ここ、ヒレ酒どうしますみたいな。ちょっとドヤ顔で。やっぱこう、うちはええフグ屋ですから。ヒレ酒、もちろん頼むっしょ。みたいな感じでこう来るわけですよね。なんか、うざいなと思ったんですけど、まあまあ、すごい高いとこですから、思ったんですけど、僕はもう次の日仕事もありますし、あんまりちょっと日本酒をたくさん飲むとベロベロになる。しかも偉い方がいらっしゃるので、その、追い倒してはいけないということで、あ、ちょっと僕明日仕事も早いんで、ちょっといいです、とかで。え？小籔さん、ここ来て昼酒飲めへんの？みたいな。もう一回来るんですよ。え、聞こえてへんかったんかっていう。まあ、いらんって一回言って、もう一回押されて飲みますってなるか？なるか？時もあるけど確率的には低いやんって、この場合、と思いながら。
まあ、もう一回来よったなこいつ。あ、すいません、もういらないんですよ、ちょっと明日あれなんで。まあ、そうみたいな感じで、ホステスさんたちはまあお酒飲むのがお仕事ですから、なか私たちいただきますみたいな。おじさまはお酒飲みはらへんのですよ、うん、もう一切お酒飲まはれへん、うん、だからもう常連ですから、うん、まあそのおじさまに聞かない。で次若者に行くってなったら男子メンバーで僕飲まない、うん、であちらももちろん飲まない、うん、ってなった時にこの人がじゃあ僕いただきますでちょっとこう生きったんですよ。生きる嫌いやろなと思ったんですけど、聞く順番もちょうど生きれる時ですわ。女子2人いてます。やっぱこう同じ下っ端2人でもこいつは飲めへんのかダメだなみたいな感じでちょっと怒られた。その後に僕いただきますみたいな感じで生きった。あ、こいつも生きるよってなって、まだこっちのおばさまもちょっとこうわっみたいな、飲みはりますよさすがですねみたいな感じでちょっと乗せるんですよ。まあまあ僕がちょっと負けてあちらが上だみたいなこう空気になったんですね、うん、でまあはんはん思って、ほんでバテ来て切れ酒こうジャブジャブしながら、うん、こうあーみたいな、まあ、迎えで言うてるやつ 若者が、うん、あーみたいな、まあ美味しいでしょうけども、うん、みたいな言うてるんですよ。はーもちょっといつもより多分声大きいと思うんですよ。その方とは初めてですけども、僕が断ったということで、あーっていうのがちょっと大きいんですよ。ちょっとこいつと思いながら僕服いただいて、ほんでまあ食べてる時であんまりこう会話が進みませんから、ホステスさんもやっぱそういうお仕事ですし気遣いはって、その若者の方に一日どれぐらい飲むんですかみたいな、あいやもうねそんな家とかやったら飲まないんですけどこの間ねみたいな、その人がまたちょっとこう息出してこうね、いやこの間ねみたいな、あの広島からこんなね缶でね、あの生の柿送ってきたんですよ。もう何の話だと思って、酒の話だ、うん、生柿をねもうねどないしたろう思って、ほんだらこうねカセットコンロもねもう持ってきて網ばー引いて、でそれに柿パンパンって置いたんですよ。ほんでレモンファーって絞っただけ、もう他何もしてないです。レモンファーって絞っただけでね、もう食べたらねもうワインとめちゃめちゃ合うんですよって言うんですよ。えーみたいな、何の話だ思いながらこう、ほんまねほんとそうやってもう2本1人で2本一気にワイン開けてもうて、ワイン2本飲んだらねベロベロなりますよって言うんですよ。当たり前やんそんなの、何言ってんの。ワイン日本飲んだベロベロなる当たり前や、1たす1は2やん、こいつ何言ってんの思いながら。ほんでホステスさんもへえみたいな感じなんですよ。こいつ相当生きとんな思って、まあ確かに僕は飲んでない、イニシアチブはこいつに取られた、あかんかったなと思って、しばらくしてパッて顔見たら顔真っ赤っかなんですよ。おその冷え酒半分しか飲んでんのにもうプローンみたいな色してるんですよ。赤黒い感じで目も真っ赤っかで、この白目のとこ血走ってんすよ。ゲイラカイトみたいな目というか、昔のタコ揚げの白の血走ったゲイラカイトやんこいつみたいな、赤黒いプルーン、ゲイラカイト、骨ついたフグをしゃぶってたらもうなんかバンパイアに噛まれたやつみたいになってんすよ。パーってなってて、こいつキモほんま思って、まあ、だんだん小遣いも減って、結局昼酒も最後まで飲んでないんですよ。ほんでもうビールも別に飲まんと、何やこいつ言わへんやんけほんだろ思いながら、で次、終わって、じゃあ2軒目行きましょう、おじさまの車ですよ、おじさま、そしてその若者、僕でホステスさん2人で救急車乗って、まあシーンでしてますから僕もなんか喋らなくてバーって喋ってたんですよ。でまあ着くまで結構あるからバーバーバー喋ってたら、なんか俺ばっかり喋ってんなと、何やこいつ思って、でお前も多少は負担せえよ思いながらファッて見たら、もうヘッドレストとこのシートベルトの間に頭ガーンって入ってるんですよ。寝てるやん、無理してヒレ酒飲むから酔うてるやん、なんやねん思いながら喋ってて、なんか着いたんです、新地ですわ。ほんだもう相当豪華な、ほんまこんなテーブルなバーですよ、バーってもうすごいお酒もガーン飲んでて、もう蝶ネクタイつけた人がいっぱいおるよ。でまあこの方はいつものなんかカタカナのカクテルですね、ノンアルコールカクテルで、僕はまああのおすすめのなんかカクテルみたいな書いてあったやつ、果物のやつですよね、それいただきます。ほんだこっちでなんか僕らと喋らんと、注文とかでもなんかこうやってやってるんですよ。こうやって司会こう喋ってますから、あれでこうやって、で向こうのビームこないで見とんすよ、見とんのこいつ。ほんだらバーってこの僕のを持ってきた時に、ここで結構スコッチあるんですねって言ったんですよ。スコッチっていうそのちょっと特殊なお酒でしょうね、ここでスコッチあるんですね結構。まだこいつ生きんねや思って、こいつよう言えんな思って。ほんだらもう2人の来てんのに全然頼まんと、あれってなもしかしてあれちゃいます、アイリッシュのなんとかちゃいますとかで、ほんだらあなんとかかんとかで、めっちゃスコッチ話で花咲かせようとするんですよ。ほんで結局なんか頼んでバッて来たんです。僕らもちょっとこう何ですか、カクテルの泡もシューってなってる感じで、こいつほんま思ってたら、ほんだらチューリップグラスに蓋
あって俺来たんですよ、そんな先を焼くせに。でお疲れ様でした、いただきます。で僕バーで飲む時にパッて横目で見てたんですよ。ほんだらチューリップグラスの蓋パッて開けて香り嗅いでてこうやってグッて飲んで、あー芳醇でスモーキーって言ったんですよ。いや嘘つけよお前、お前みたいなそんな先をやつなんでその感想が出てくるの。絶対雑誌読んで書いてたらまま言うてるやん。芳醇でスモーキーって大体ああいう先スモーキーやった。何言うてんねんこいつ。めっちゃ腹立った話をずっとやってたんですけど、それだんだん途中であっと思って、あの時こう言っときゃよかったんちゃうみたいな。そのお前そんなもん先弱いねんからお前スコッチなんか飲むなよ、どうせすぐ目開かなんねんからレッドアイでも飲んどけやって言うとったらよかったのにな。でもなんで俺は思いつかへんかってん、あいつに腹立ってたからやと思って最近また腹立ったって言われて。あいつのせいですよ。あいつのせいです。大城怒りがええたとえというかうまいこと言えたはずやな。皆さん生きるには気をつけていただきます。いろんな世の中いろんな事故がね、あるじゃないですか。そうあるでしょ。ね。T シャツ事故っていうのがありまして。ほう。まあ簡単に言うと、例えば、なんで今日それ着てきたんだよね。ディズニーランド、キティちゃんの T シャツで、もうディズニー逃げ惑うでみたいな、ね。ことがね、あって、後輩と毎年あの沖縄行くんですけど、ほんなんなんでそれやねんみたいな後輩が、グアムって書いて、当てつけかと。来年こそはか。たまたまなんやろうけどな。昔、賭博で捕まり合った野球選手の方が家の前でインタビュー受けるみたいな時に、トランプの柄なんですよ。なんでそれ来たインタビューあんのに。もうね、自分もあります。最大の T シャツ事故があって。それこそ十数年前にヒロミさんが司会やってはったんですよ、特番かなんかで。ほんでね、我々あのベトナムでロケやって、それを中継でつなぐみたいなのがあったんですよ。であの東京のスタジオはヒロミさんがいてはって、福留さんとヒロミさんがやってはったんですよ。ほんでその時にベトナム初めて行って、なんだかんだで向こう安いんで T シャツをねバッと買ってきて、で、ね、一時俺着てたんですよ。赤で黄色い星のベトナムの国旗の T シャツなんですよ。それ着て歩いてて、家の近所にベトナム料理屋見つけて、あ俺美味しいから、ベトナム料理好きなんで行こうって入ったんですよ。入ったら店員のユニフォーム全員その T シャツ。ベトナムの国旗の。ってなって、もう俺入ってもうてるから、座ってるし、ほんで出てくる店員厨房からコック出てきて、ほんでまあもう帰られへんから頼んで食べてるんですけど、これただのまかない食べてるあれでしょ。こんなどえらい T シャツ事故あんのかな、ね、そっからこうやっぱ僕はあの無地の T シャツに被らないように、なんとかこうしていくようになるんですけど、そんな、まあ、いろんな事故があるなと思う中、この間、初めての事故を目撃しまして、リズム事故。リズム。完全なるリズム事故。シャレッシャレの居酒屋さん行って、個室の何人かで行きました。見てたら、あ、これとこれとお願いしますとか、店員さんに、あ、かしこまりましたと。サザエのつぶやきがと、はい、あ、俺好きなんで、あ、サザエのつぶやきありますか、はい、ございます、あ、人数分ありますかね、あ、ご用意できます、あ、じゃあお願いします、言わって、ほんでまあ来て、だんだなんだしてたら店員さんが来て、そんなつもり全くないんですけど、はっきりとサザエでございます。サザエでございますって言った瞬間、自分の声が耳入ったでしょうね、顔真っ赤。2年ぐらい前ですかね、はい、東京なんですけど、大阪の方がやってらっしゃる居酒屋さんに飲み行ったんですね、はいはい、でその日サッカーの日本代表の試合があって、どっかでなんか飲みながら見たいななんて探してて、でもあんまりああいうのってやっぱ盛り上がるから、すごいなんか盛り上がってる店行ってなんかガーってなるのも嫌だしと思って探したら、たまたまそのお店、サッカーうちの店もやってますって紙も貼ってあるし、中見たらあんま人もいないし、ちょうどいいと、ちょうどいいなと思って、で入って、したらまあいわゆるカウンターがあってテーブルが何個かあって、でおばさんが4人ぐらい働いてたし、それ全員も大阪の方なんですよ、まあ、関西の方、でこのうちのカウンターなんですけど、僕はここに座って、でこっちにおじさん、おばさん、
であとまあサラリーマンまた何人かいらっしゃるんですけど、この座ってらっしゃるおじさんとおばさんも関西の方なんですね、うん、ほとんどもう全員関西の方なんですよ、うん、でこの辺にこうテレビがあって、まあ、見ながら飲んでたんですけど、うん、このおじさんがまあ僕にこう気づいてくれて、うん、あれバナナマンさんやねってこう言ってくれて、あどう関西ですかね、おもろいねテレビ見てるよおもろいねって言ってくれて、うん、あ、 ありがとうございますって言ってて、もうちょっとあの面倒くさいなと思ったんですけど、まあでもまあありがとうございますじゃ横のおばさんはあんま知らないんですね、うん、誰やの誰やの何やのざまってまたいいんですけど、いやこの人はあのバナナマンさんって言ってテレビに出てらっしゃる、すごくいろいろやってて面白いあの人なんだよなんつってて、あそうなんやそうなんやなんて言いながら、あの頑張ってますよ笑いやってますなんて言いながら飲みながらサッカー見てて、2時間ぐらい経ってサッカーの試合も終わって、でこの方たち結構喋ってて、そのおじさんが結局熱々分かって、この方はこの店のオーナーだったんですけど、どっかこう奥の方に行かれて、僕とその後輩とこのおばさんと3人で喋るなんかこう空間になっちゃったんですね。でずっと飲んでて、おばさんも結構飲まれてて、はーって飲んでたんですけど、おばさんが、しかしあれはね、最近のお笑いはおもろないね。なんかこう言いたいな。あそうですか、すいません、頑張ってるんですけどね僕らも、うまいわ、もう私が知ってるお笑いなんとかさんはこうだったし、あんなんとかさんはこうだったし、みんなおもろいのにおもろないわ、今のお笑いはおもろないわってずっと言われてて、すいませんって言ってたら、俺のこの首根っこガッと掴んできて、あんたのことやで、怖っ、直撃やんか、あんたのことやで、直撃やんか、あんたのなんかのオットセイだかなんかトドだかのモノマネって、僕あこんなやってたよ、おもろないわで、なんかもろいし、僕そんなの別にそんなに腹立つわけないんですけど、なんかなんでこの人こんなに言うのかなとか、とかそもそも知ってんじゃないかとか、で俺だって別にそんな別に俺だってあれだけど、でもあれを一生懸命やったし、あれでなんか大きな番組ちょっと勇気を持って出たこともあるし、そんなこと何にも知らない子です、なんでこんなこと言うのかなって腹立ってきて、腹立ってきたよな、確かに、いや僕あれでも命かけてやってるんですけどねって、なんかちょっと言っちゃったんですよ、いやおもろないわ、おもろないわ、気持ち悪いわ、なんなら私がやったらおもろいわとか言ってきやがって、なんだよと思って、じゃあやってみろよじゃあよっつって言って、トモバさんがうわーってやったらすげえ面白いんですよ、本家をこうグラッと全然面白い、全然上回ってくる、全然無理だけど、テンションが高くて、たこ焼きを買いに行った時の話なんですけど、はい、まあお客さんはいてなかったところに僕は行ったんですけど、うん、20歳ぐらいの女の子と同着に着いたんです、ピタって、うん、でパッてこう焼けてる分見ると、うん、もう500円分ぐらいがちょうどあるかなぐらいで感じやって、うん、一応同着やったんで、うん、あの女の子のその女の子やったんですけど、うん、女の子にどうしますっていう感じの目を合わしに行って、うん、っていう感じでパッてそっち見たんですけど、うん、こっち一切見んと500円分って言いよったんですよ、でえってなって、ほんでまあそのなんか店員さんの人がちょっと歯抜けてる人で、へい、500円待ちねって言ってこうなんかバーッ作り出すんですよ、あれ俺もう同着やったのに、いやほんまにほぼ同時やったんですよ、なんで俺の方聞けへんのと思って、でわーってなってたんですけど、もうなんかもう女の子はなんかもうなんか青のりいりませんとか、なんかもうマヨネーズ抜いてくださいとか、ソースもいりませんって、お前何が食べたいの思いながらなもうってなって、でその子はまあそれを買って帰ったんです、で僕は今から焼くのを待たなあかんことになって、ほんでそのちょっと歯抜けた人が、え、お客様何個ですかって言うから、あの500円分でって言ったら、はい、ちょっと待ってくださいねって言ってこうやり出すんです、やり出したんですけど、奥からちょっと店長クラスの兄貴みたいなのがバーって来て、お前謝ったんかこの人にっていう話になった、おおおで、で、いやそれって言うから、あのいや違うわな、お前俺見てたらお前同時に来たあったのにやな、ちょ二人に聞かんかいみたいな、お前なんでもあっちやねんってごめんなさいねって僕に謝ってくれたんで、謝ってくれたら、いやもうそれ全然いいんで、でお前もうお前はもう引っ込んどけ、お前役遅いからって、すいませんね、とりあえずそいつバーって帰ったんです、ほんで奥に入って行って、ほんでね、ちょもうほんまちょっと兄貴みたいな感じのやつでバーってやりながら、ほんまね
最近の赤いやつはボケ取るんすわみたいな、うん、で僕はあそうですかとあそうです、ね、あそう言われると僕もまあそうかな思ったりする時もあります。まあほんでねこんなもん何やかんやでねもうあいつも使い物にならへんしね若いやつのごめんねちょっとどうしますみたいなあってもおかしないっすかボケ取るわ言いながらむっちゃスピードで焼いてくれたんです、うん、ほんで最後クリ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 ってたこ焼きをバーって丸め出してちょっと引っ越しするじゃないですか、うん、こっちちょっと上げてこっちをこうやってほんでこれバーってやりだした時になんかねこれプロの技かな思ったんですけど、うん、めっちゃこう時間こうかけてやりはるんです、うん、であこれやっぱりこの間っていうのが美味しいたこ焼きの秘訣なんかなと思って、うん、僕もこうやって見てたんですけどもう最後にはもうこのひっくり返すやつも置いてもって、うん、もうこうやって見てはるんですよこうやって、うん、であこの間が大事なんかな思ったんですけど、うん、その日一番びっくりしたんですけどその人が僕にパッて僕の方を向いて、うん、すいません僕たこ入れましたっけって言うんですよほんで窒息を開けて入ってるわ入ってたんやんお前思ってたことどれやないかびっくりしました、はあ、まあまあね怒ってたからね、ちょっともう抜けてもらったよ僕実はあの滑らない話2回目でございまして2回目はいあの14年ぶりなんですはいで2005年に初めて出していただいてるんで、でその時14年前に出た時のちょっとお話をさせていただきたいんですけど、まあそうそうたるメンバーで大輔さんも星野さんも松本さんもジュニアさんもそれケンコバさんとサバンナの高橋さんがいて、まあ僕出していただいてて、でまあわーっとみんなで喋って、でその後皆さんで打ち上げ僕も連れて行っていただいて、皆さんでガーって言って、でご飯食べながらありがたいメンバーとテレビで見てた方々とあーご飯食べてるわーと思いながら、その後にもう一軒行こうって松本さんが言ってくれて、皆さんでなんかバーに行ったんですよ。でなんかね、お世辞にもちょっと綺麗なバーと言えない、なんかバスへのバーみたいな。もうどこやろ。結構ボロボロのバーだったんですよ、うん。あ、こんなとこで皆さん飲まれるんだと思って。うん、でも皆さんとおしゃべりできるのが嬉しくて、飲んでてんす。ボックスシートみたいでみんなでワイン乗って飲んでたら、松本さんが、お笑いってやっぱ演技力やと。うん、こん中で一番演技力あの誰やろって言い出したんですよ。で怖いなそれ。全然覚えてないな。いやみんなベロベロになってる時にまだこういうストイックなお話されるんだなと。で一人ずつやってみようよと。でジュニアさんがテーマを出してくれたんですよ。これもみんなで表情でやろう。セリフじゃなくて表情で。甲子園そいつのエラーで負けてしまった。そのエラーした瞬間の高校球児の顔。っていうテーマでやるんですよ。分かりました。でもこうジャッジするのが芸人やとちょっといささか不公平になるというかなんで、はいはい、その時のそのバーでカウンターでお二人のお姉さんが飲んでたんですよ。でこの二人の姉さんに全員の顔321で見てもらって誰が一番その顔うまかったかこれ勝負しよう。全然覚えてない。マジで何かあったような気もするな。いややってるんですよ。ほえでお姉さん方も、あ、わかりましたっつって、まあ、急遽審査員にこうなったんですよ。で、まあ、僕一番若かったんで、じゃあ、川島、トップバッター行けって。で、写真週刊誌で降格して、321、こうって、まあ、こう、悔しそうな顔するけど、みたいな。いや、ちょっと考えすぎたんちゃうみたいな。あんま手応え良くなかったです。で、次、大輔さんあたりがやって、あー、やっぱりうまいな、みたいな。で、ジュニアさんがやって、ちょっと怖すぎへんか、みたいな。で、小葉さんもやって、あー、すごいな。で、高橋さんもやって、あー、そういうパターンもあんねんな、みたいなことを言ってて、次、じゃあ最後、松本さんってなった時に、松本さんいなかったんですよ。で、あれってなって、あれ、松本さんどこ行きましたみたいな。あれ、でもそういえば結構前から見てないぞ、みたいになって。あれ、あれもしかしたらトイレで酔っ払って倒れてんちゃうかみたいになって、川島ちょっと見てこいって言って、わーって開けて、トイレガチャって開けたら、松本さん鏡に向かってめっちゃ練習してたんですよ。俺この人天才やと思ったんですね。兄ちゃんめちゃくちゃ努力の人だこの人これ僕の顔やから起こった悲劇やと思うんですよ。こういう顔つきやから僕バイクが好きで、夜中ずっと大阪でバイクをブンブン乗ってるんですよ。で腹減ったな思ってなんか夜中やってる食い物やないかな思ったらラーメン屋があって、あここ行ったことないな、そこ止めて、でまあヘルメット脱いでラーメン入ったんですよね。もう夜中の2時3時前ぐらいだと思うんですけど、ほな50過ぎぐらいのスキンヘッドのヒゲのおっちゃんが一人でやってて、あいらっしゃいって、あすいませんラーメンお願いします1個、えいってやってる、あれ
兄ちゃんなんか見たことあるな、うん、あもしかしたらそのテレビとかでチラッと見てくれって、まあ、名前も覚えてくれてないぐらいなんだな、うん、いやテレビやったか雑誌やったかなんか見たことあるなとか言われて、うん、あもうそんなもん大したもんやないんであのラーメンくださいってあんまかいでシャーってラーメンできてラーメンおまじで食べたらむちゃくちゃうまいんですよ俺、うん、とうとう見つけた、はい、この誰もこれ知らんとこやでこんな場所のって、うん、でスープがほんまに澄んでるのに濃厚で、うん、ほんでなんか二段に味がくれるような感じなんですけど、うん、あこれうまいわスープうまいっすわって言ってたらうまいやろっておっちゃんが言ってて、はい、父ちゃんだって、うん、お前ラーメンやろこれ盗めるもんやったら盗んでみで、つま、たたき出されたぐらいで盗めるもんやったら盗んでみ言われて叩き出されたわかるわかるこの辺もらってわかるおるなおるおる食べきりたかったんですけどねあれせっかくうまいのになせっかくうまいの見つけたんですけどなかなか行けなくなったんですよそれで陣内君って本当に天然なんですよ。もう陣内君のエピソード言っても、うん、もう嘘やろと、うん、屋台村井なんか偉い大阪で入った時に2人で飲んでたんですよ、うん、陣内ビール飲んでてビールバーって飲もうったらコースターがポローンって転がっていったんですよ、うんうん、ほんでああ言ってそれ追いかけて、うん、陣内店出たんです追いかけたまあなかなかあるこっちゃないなかなかあるこれでも下手したら無線飲食ね、はい、そうですねえこけそうなったんですけど、はい、要はあの閉店のお知らせの店にこう貼ってありました、うん、理髪店が長い間ご愛顧いただきましたが、でもう古い感じになってお辞めになるのでそんなんが何枚か最近見かけててつけ麺大王ってチェーンでもう中華ですねで目黒のとこの前通りかかった時やっぱシャッター閉まってて張り紙してあるんですよもうすぐ丁寧にこの度長らくご愛顧いただきましたが都合により閉店の運びとなりました今までご来店いただいた方々には深く感謝をいたしまして今後の生活により豊かな生活が訪れ健康で幸せな人生が築けますようにお祈り申し上げております最後大王なんですいやそこはもうそこはしょったらぐーんと上からのねぐーん祈っとるぞそこはもうつけ麺もいるそんなに長く書いたのになもっと丁寧に書いてそうそう書から尽きたみたいな絶対ねこれちょっと、まあ、切ない話っていうか僕がダメなのかもしれない話なんですけど、うんうん、ちょっと前に教習所行きまして教習所で食堂って、はい、教習所に、はいはいはい、でまあちょっと時間あるから入ろうって、はいはい、パッと入ってったらおばちゃんが「あ食券買ってね」って、はい、あ、はい、言うんですよ、はい、あこれ食券買うシステムかと、はい、あごめんなさいっていうことで、はいまあ、食券をこう買ったんですね、はい、でカツカレーと、はいアイスコーヒー、はい、これまで37話の滑らない話をしてもらって後からね来させてもらってとりあえずは37話か知らんけどとにかく一個一個が長いからそれで一番長いかもしれない、まあ、尺だけ出たら90話ぐらいいってるかも分かりませんけどあの昔の iPod やったらもう入れへんなんかこんな声出るみたいなあの感じの、はいこんな声が出るのんっていう、はい、というかまあなんですかそんな感じで声出るんみたいな感じなんですけど僕の嫁はんがまあ僕付き合ってた時にスノボー結構好きで、で嫁はんよく行くんですけどで、まあ、僕もスノボーやってたんですがまあこういう仕事してたんでなかなか行けないでも嫁はんの弟がもう大学時代そういうスノボーのサークル入っててフルフェイスかぶってバーってもう変なんですかこんなジャンプしたりとかするぐらい上手でもう一冬にめちゃめちゃ行く弟だったんですよその弟たちが行く車に、嫁はんが乗っけてもらって、一緒に行ったりとかしててで僕も休み終わったからその乗っけてもらって僕らカップルと弟含めた男3人5人でそのスキーのところに行くというのがあったんですけどで弟に私乗っけてもらうけどあんたも行くみたいなああほんだら行こうかでもちょっとこの世界で
おるとですね、この一般の方とちょっと旅行に行くっていうのはちょっとこう僕ら抵抗あるというか、嫁はんの弟の、うんうん、友達ってなったらなんか向こうでなんかいっぱい喋ったりせなあかんのかなとか、まあ言うたらおもんないこと言うてきたりとかするのもいなさなあかんのかなとか、やっぱり厳しい。でもまあ一般の方はそう思わないですけど、でもやっぱり嫌じゃないですか、大体彼女の友達と会うのも嫌やのに。まあでも嫁はんもスノボ行きたい言うてるし、まあたまには嫁はん候補とか彼女候補しようかいうことで、まあ、あごめんなーってのっけてもらいますって言ったら、ほんだら弟とで弟同い年の友達おって、もうこの子もスノボ上手なんですけど、その先輩と呼ばれる一人がおったんですけど、それ僕と同いなんですけど、まあその同じサークル入ってたみたいで、ほんで今日すんませんみたいな、お願いしますはーいみたいな、で向こうはちょっとまあ僕全然売れない芸人なんですけど、一応俺の姉ちゃんの彼氏は、芸人で、あちょっとだけテレビで見たことあるみたいな雰囲気になってます。でも僕はもうあの芸人と喋るときは結構電源オンにするんですけど、一般の方と会うとき電源オフにするんですよ。それは別にわーってこう喋ることもなく、もうまして乗っけてもらってるからもうそーっとおる感じなんですけど、ほんで嫁はんと僕は一番後ろにおって、嫁はんでちょっとこそこそ喋ったり、まあ喋らへんかったり、ほんなら弟が運転して先輩が助手席なんですけど、まあ最初その先輩っていうのがどうやらリーダーっぽいんですけど、まあ芸人が同じ車乗ってるということで最初ものすごい様子見なんですよ。普段はもうわーわー言うてるんでしょうけども、弟は僕と慣れてるから結構振るんですけど、おおみたいな、なんかどうのこうのこうのみたいな、そうやなとか言うてるんですけど、たまにもう30分に1回ぐらい、あれでも小籔さんってあれ吉本ってほんまにあのギャラ安いってほんまなんですかみたいな、あそうですね、僕ら全然売れてないから本当に安いですね、よその事務所とかちょっと僕知らないですけど、でまたちゃう話になって、でまあ、あの他、先輩誰会ったことありますテレビ出てる人とか、あまあこんな人とかは会ったことありますけど、あこの人はいや会ったことないですねへーとか、ほんなら芸人やから結構喋ってくるんかなっていう感じでパンパンでジャブくるんですけど、僕は全然もう電源多いですから、はいね、もうスッスぐらい避けて受け答えだけして、あなた別にそんな面白い話のディスカッションする気はないですよって言う、なんでやねんなんでやねん、いやそんなね、まあ満勤で喋って滑っても嫌やし、だからってねもう嫌やと僕はもう閉ざしてた、何回30分に1回来るけど、はい、まだまあ経費になった、そしたら僕が電源オフにしてるし、芸人にもちょっと勝てるんちゃうかと思ってるようなタイプやったんで、だんだん車がそのスキー場に近づくにつれてだんだん声大きくなってきて、うん、こう、ま、なんですか回し出すというか、その車の中をこう回し出すんですよ、弟をいじってみたり後ろに座ってる連れをなんかふさしてみたり、ほんでなんかおもろい話みたいなしだして、ほんでこう「ええー」とかで後ろの連れに喋ってるのと見せかけて僕の方ちらっと見てみたりとか、いやもうそんなん全然思んないぞと思いながらでそこで何をって言うて僕が面白い話することもなく僕はもう電源切ってたんですよ。送ってますからね。ほんだらもう向こうがまあ助手席乗ってますけど、もうほんまだんじりの上乗ってるぐらいこう気持ちは向こうだんだんよっしゃ芸人黙らせたと、ね、俺はこの車で支配してるのは芸人ではない俺だみたいな感じでもうこないしてるわけですよ。助手席ですがこうですけどもうトークはもうこないなってるわけですよ。めっちゃ大きいこう夜中の3時ぐらいになってもずっとこのままでもう我覇者なりみたいな感じでこう喋ってるわけですよ。で僕はまあちょっとうとうととしたんでバッと起きたついて、ほんだらあの行きましょうかって、まあ、僕はもうおとなしい感じで、あじゃあお願いしますってバーって言ってたら、であの僕と嫁はんでリフト券をどうするかみたいな、1日券半日券といろいろあるんですけど、どうする もちろん1日券ではあるんですけど8000円1日滑るのかどうか分からへん工程が、だからどうするって言ったら、もちろん1日券しちゃうみたいなことをそのだんじり野郎が言うわけですよね。うん、あもうこっちで喋ってるだけやの、まあまあ上手やしその3人は、ほんだらまあ俺らもそうしようかって思ったんです。ほんだらまあその僕ら先乗ってわーって上まで行って、もう向こう3人もバーって乗ってくるんです。僕らは下手くそですからシャーッと滑って終わりなんですけど、そこはあのジャンプ台があるようなスノーボードのところで、僕らバーッて下行ったらジャンプするところにちょっと人だかりがあって、こう行ってここで止まるんですよ。順番にこうジャンプしていくみたいな、僕らバーッて下から見てたんですよ。あほんだら弟とかもバーッて行って、次弟の番や思ったらフルフェスバーッてかぶってシャーって滑ってくるんですよ。ほんで一回こうジャンプ台下から見てるから一瞬弟消えるんですよ、うん、ガーッと一瞬消えてパッて出てきたらもういきなりぐるって回ってるんですよ、うん、でクラ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 ズダーン言って、おおすごいな健太と、ほんで嫁はんもさ上手やなって言って、
まあ、次その弟の友達の子ですね、バーって あの子やバーって一瞬消えてファッて言ったらもういきなりボードを掴んでこんな感じで来るんですよ、うん、めっちゃかっこええな、やっぱすごいやん。まず言うてた、だんじり先輩の番、だんじりじゃないけどね、だんじり野郎の番で、あまあでも上手なんやろなってパッて見てたらファーって言って一瞬消えたんですよ。パッて出てきたら気をつけして空向いてたんですよ。何ですかこう平らにザッて出てきたらボードがこっち向いてて体がまっすぐ上向いた状態、ファッて出てきたんですよ。えっと思ったらそのままダーン落ちてズザズザー言ってそのまま動かへんようになったんですよ。だから腰骨やっちゃったんですよ。ほんで生き死なあんだけだんじりで騒いでたのにもう今動かないやんこの人と思って僕も笑けてこうしてる。お前悪いわ。その時は腰骨やったとは思わないですからうまいうまい失敗しただけやったから笑って何やねんあれっつって嫁はんも半笑いなんですけど、まあ半分はやっぱあのええやつなんで、いやこれいけるとか言ったら弟たちがバーってボード下ろしてガーって走っていったんですよ。ほんだもうズザーってなったままそのだんじりやらこのままなんですよ。遠くで見ててええー、思ってもう全然立ち上がれへんし、もう気をつけて落ちたまま僕は半に焼けこれでもどうなんねん思ってこう見てたらワン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 言ってそのなんだジェットスキーみたいなの来てもうだんじりやら乗っけてそのままファーって行ったんですよ。えってこれリフト券一日券もちろん一日券でしょって言ったら、いやいや一本8000円や俺らよう言うたなって言われてたんですよ。そんな時はそこどことは分からんやんけ。もちろんそうです。だから本当にえっと思ってこれ一本8000円めっちゃおもろいねなんあれ思って僕笑けとったんです。ほんで弟たちがバーって行って、まあ、あの病院まで送っていくわって、ほんで俺らも帰ろうかって、いやええー、もう滑っとってってまた戻ってくるから、いやええー、のって、いやほんまええー、まあ、先輩だけちょっと病院連れて行くからって、ね、行ったんです。で僕と嫁はんが、まあ、僕は笑いながらですけど嫁はんもあんた笑いない言いながらちょっと笑ってたんですけどでも心配やなと、一応やっぱりねこれどうなんやろ帰ってきてほんですぐ帰るってことなの。ほんなら今のうち滑っとこうかってバー滑ってたら弟たちが来たんですよ。おいそんな帰ろうかって、いやいやいやもう滑るっつ、えなんでっつって、え先輩はいや車で寝てるっつ、え何って、腰が捻挫か打撲か骨折かなんかそう忘れましたけど結構その立たれへんぐらいになったと。で、まあ、病院行ったら治るけど、みたいな。そうやったらもう早く帰ったった方がええんちゃう。さすがに僕も言うたんですけど、もうみんな来たし、もう先輩もええって言ってるから、ええねん。ええの？いや、もうこんなもんやねん。俺らは、みたいな。あ、そうなん。で、まあ、滑って。ほんで、僕、滑ってたら熱なってきたから、一枚脱ぐわ。車帰って、一枚置きに行くわって、嫁はんと言って、ほんなら僕と嫁はんでバーって行こうと思ったんですけど、もう、だんじりやろ、ね。がおるんですよね車の中で、まあ、一応やっぱ笑うとあかんと絶対笑うとダメじゃないですか。ここはまあその別に悪い人じゃないんで、僕も心配してる気持ちは 5% ぐらいやっぱあるからやっぱり僕は笑うとあかんと、ね、嫁はんも笑いない、いやそれはそうやこれは絶対笑えほんで僕その寝てるって言ったから寝てたらあかんし、後ろカチャって開けてワンボックスですけどガギーって開けて、ほんでこう漫画みたいなのを読んであったんですよ、うんうん、でも弟たちが暇やろということでこんだけの雑誌をその置いてあってこう読んであったんです。ガチャッと開けたらんってなったから僕が大丈夫ですかって言うたらほんまほんまそーっとした声とか大丈夫ですかっておーって言ってたんですよもう大丈夫ですかって言ったらおもうオカリナをそーっと吹いた時みたいなほーっていう音みたいな声が女子からこいつ悪いわ、もうめっちゃ笑えそうになってそんな声出るわね、なんでそーっとすぎるやろ痛いね響くね行きすら、それが走馬灯のように振り返ったら行きすらの車でダンジリやってないねん、それもそれお前やよ。僕が見た感じではもう回して我はもう相当な司会者なりという感じでお前のイメージやろ、もう弟はいじる、連れもいじる、おもろい話して僕の顔見る、やってたこととかもちろん一日検証とか出てきた時にもう空向いてたんとか思い出した。あんなに勢い気もあったのに大丈夫ですかやった、おおおやで、そーっとオカリナ吹くな、吹いてない
出んねやお前あれは僕あれから僕スノーボードやめましたあれなんか嫌やから小籔お前はお前はおもろいけど悪いわいやいや嫁はんも笑ってましたからちょっとだけ嫁はんもちょっとだけ笑ってましたまあお辞めになった方なんですけど、うん、まあ僕本当にハート強いなと思う人って結構今までにね何か見ますけど、ああこの人すごいハート強いなと思ったのが、あの吉本新喜劇にいらっしゃいました別所誠一さんという、うん、今はもうお辞めになられたんですけど、僕入った時には別所さんいてはったんです、うん、で僕も本当にもう右も左も分からん状態入って2週目ぐらいですかねの時に、別所さんっていう方は僕子供の時になんか ABC かなんかの漫才グランプリ取りはったな、失礼ですけどそれぐらいの記憶からもうだいぶ時を経て、うん、見たら新喜劇にいらっしゃる別所さんで、なんか上下迷彩の服を着てるんですけども、上はジャングル的な迷彩、下は砂漠的な迷彩着ててお前どこ隠れんねんみたいなちょうどジャングルと砂漠の境目にねえな、それはもう敵から見つかるよっていう迷彩やけども迷彩じゃないみたいな、迷彩の喧嘩迷彩の喧嘩されてて、あ、ベストさんという方が、はじめまして小籔です、小籔です、で、あ、迷彩やなとか思いながらで、まあその先輩やったんですけど、で、まあどういう芸かっていうのは、まあ、昔にその漫才を見たことあるだけで新劇の、うん、笑いの取り方みたいな僕ちょっと存じ上げなかったんですけど、まあ、あのちょい役というか大先輩ですけどもちょっとしか出てない感じだったんで、で、あの初日っていうのがありまして、まあ、火曜日の一発目、新喜劇をやったらその合間にダメ出しっていうのがあって、はい、演出家とか、あ、まあ、座長とかも全員が男性楽屋に、女子も男子も全員集まって、揃った状態で、さっきの新喜劇は公演時間52分でした、で、ダメ出ししていきますみたいなで修正ポイントをいくつかこう言うていって、うん、あ、こうしようかこうしようかとかみたいな話なんですよ。でも全員集まってるんですよ。で、新喜劇って結構登場系のギャグが多いんですよね、はい、まあ、お邪魔しまんにゃわとかごめんくさいとか、うん、いろいろあるんです、お邪魔しますかとか、うん、なんかそのいろいろたくさんあるんですけど、うん、本当にまあ最近もう若手とかみんな考えてるんですけど、別所さんが言うてた僕あのお邪魔します系ギャグが一番ドキモ抜いたというか、うん、最初ですから勉強する気満々なんで、もう袖で僕の出番終わったらすぐずっと見てるんですよ。ほんだらさっきのその迷彩が喧嘩してる人がベストさんがですね、こうバーってやって、あ、この人出はんねやと思ったらバーっておまわりさん出て行ったんですよ。だからうどん屋さんの中入ったら、てんててんててんてん、お邪魔しませんって言うんですよ。もううどん屋さんの中に入って、お邪魔しませんって、もうむっちゃでっかい声、それがお邪魔しませんとか、うん、ちょっと笑かそうとしてる言い方とかじゃなくて、うん、まあこれあの時の下っ端腕のない僕が思ったわけですけどお邪魔しませんっていう、もうそんな言い方絶対受けへんやんっていう言い方笑いに取りに行く感じじゃないもんね。ない。僕それ外で見てて、もうどぎも抜いて、そいろんなたくさんのレジェンドたちのお邪魔します系ギャグにそんなペラペラなナイフで立ち向かうんかこの人は。しかもそれがペラペラかも分かりません。それをすごく研いで綺麗にしてたら、ああそういうのもあるなと思うんですけども全然研いでないです。言い方で何の工夫もしてないです。お邪魔してるのにしてないという裏返しのギャグで、ごめんくさいとかそういうのに立ち向かおうとしたんだ。聞いてられへんわ。やめといて。それはその時当時のこの僕、うん、はい、売れなかった新喜劇入りたてのもう勉強したってしゃあない時に思った当時の僕が思ったことであって今ではないです、はい、当時の僕は思ったわけです、うんうん、すごいなと。お邪魔しません。まあもちろん僕そんなギャグで、うん、まずこの NGK わかったって何やわかったでややめてはんねんから、もうやめた、やめてはるし、やめてはるし、テレビじゃないから言わせてください。これは悪口ではございませんね。吉本新喜劇後に座長となる男が最初に見たお邪魔しませんの感想である。これは別にその歴史的文献であって別に悪口でも何でもないです、はい、当時の僕は思いました。てん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 、もう800、900のお客さんがパンパンの中、はい、うん、内場さんも出てはる、チャーリーさんも島木さんもメダカさんも出てはるところに、うんうんうん、さあみんなが笑いを取るぞ初日、皆さんめっちゃ気合入ってます、うん、そこでてんてれんてれんてん、お邪魔しません。もう絶対受けへん。すごいなこの人。ほんなら内場さんがお邪魔しませんって言ったら、いやお邪魔してますやんって言うてんの。あ、言うてくれた。それやっぱり同業者としてパッと見た時に、まあ大先輩でありますが、うん、あんまりやる気ないツッコミやなと思ったんです。やる気ないのはそれじゃなくて、お邪魔しません、
いやお邪魔してるかなとかは受けないじゃないですか、はいはい、なのであ多分これぐらいの受けの時はやっぱこれぐらいのツッコミという、まあ、はい、内場さんのツッコミの音程も100点ですから、はい、まあまあいやもうお邪魔してますやんみたいな、あ失礼しました言うて普通の話に行くんですよね。もうそんな小さいその滑るこのかけらなんで掘り込もうとしたんやとすぐにそっからなんかまたネタがあったりとかするならきっかけとして滑ってもそっからあるならいいんですけど、お邪魔します、お前なんか味しすぎやろほんまにストライドストライド長いことするガム、もうガムやったほんま味ないわもうもうええわ、いやめちゃくちゃやんかもう。現在の皆さんは本当にそういうふうなことを思わないかも分かりません、はい、僕も今それを見たら別に何も思わないかも分かりません、はい、ただ勉強したってしゃあない当時のこの28歳の僕はそう思ったわけですよ。でお邪魔しません、まあ、滑って帰ってきはって、で僕はそれよりもっと小さい役やったんで心の中でいや、まあ、あんなけしか受けへんねんさ役変わるやボケと心の中で思ってから若い時やな、もう嫁はんにビッグマネーをパスしたいと思ってる盛りですから、滑ってる先輩にすごく異常に腹立ってたんですよ、はい、まあすごい腹立ったなと思って、でそれが終わりまして、ほんであのみんなが集まるわけですよね、この楽屋の中に、ほんでこう作家の人が東京弁の方なんですけど、じゃあダメ出し始めますみたいな、すごい業界の方で、時間はみたいな、57分です、57分ありました、ちょっとねあの長いのでカットしていこうと思うんですけどもって言って、もう全員がピシッと集まってるわけですよ、うんうん、一発目に「別所君あのお邪魔しませんやめとこうか」って言われたんですよ。いろんなダメ出しで、はっきり言ってあんな細かいギャグから言うことなんかないんですよ。普通はもっと本編の2K の流れ、チンピラが来てからどうするか、うんうん、あっこの暗転どうするかという大きな問題がいっぱいある中で、全員きちっと集まってピシーって静かにするところで、別所君お邪魔しませんやめとこうかって言われたんですよ。僕もめっちゃ笑いそうになって僕もう下向いたんです、もう太ももの内側常にながらバレたらあかんと思って、別所さんなんて言うかなと思ったら、別所君お邪魔しませんやめとこうかって、はい分かりました、ハート強い、早っ、ハート強いって分かってたんやろうから普通ね、あんだけたくさんの中で別所君お邪魔しませんやめとこうかって僕もし言われたら、あすいません分かりました、いやはず、いやすいませんねほんまに全然受けなかったですわとか言い訳したりとか、はい分かりましたとかじゃないですか、はい、それが別所君お邪魔しませんやめとこうか、はい分かりましたすごいハート強いなと思ってびっくりしましたね、そうね、まあ、そういったベストさんのお話でございます、ありがとうございました、悪くてはございません、当時の僕が思った、お前すごいな、このイベント7時間ぐらいあろうとしたら長すぎる、お前一発目短めに行く的なこと言うてたのめちゃくちゃ長いよ、めちゃくちゃ長い、テレビであんまりねやっぱりこう、まあまあ、ライブやったらまあねちょっとご用意、ライブならではのね、はい、ありがとうございます、バリがすごいわ、バリがまあ、思い返しても腹立つことっていうのはあんまないんですけど結構あるよあんまない方なんですけど、僕、まあ、あるおじ様にフグ行こうかって言ってもらったんですよね、うん、フグ行こうかってアールダンスってで僕ら二人で行くんかなと思ってて行ったら他にもメンバーいてたんですけど、おじ様、僕を誘ってくれたおじ様、そしてその方の部下、若い方ですね、で、僕より年上なんですけど、でホステスさん二人がいてはったんですよ、そのおじ様がよく行く、ホステスさん、まあ、じゃあ同伴も兼ねて行こうかいな、まあ、芸人も来るしみたいなことなんでしょうか、でまあ 5人でフグをいただくという、まあ、すごい高いところでアルダンスみたいな、ほんでまあ、まあ、僕一番下っ端ですし、まあ、ちょっとこう喋ったりとかしてたんですね、ほんだらもうすごい美味しいフグいただいてたんですけども、おかみさんがここヒレ酒どうしますみたいな、ちょっとドヤ顔で、やっぱこううちはええフグ屋ですからヒレ酒もちろん頼むっしょみたいな感じで来るわけですよね、なんかうざいなと思ったんですけど、まあまあすごい高いとこですから、うん、と思ったんですけど、僕はもう次の日仕事もありますし、あんまりちょっと日本酒をたくさん飲むとベロベロになる、しかも偉い方がいらっしゃるのでその置いたをしてはいけないということで、うん、あちょっと僕明日仕事も早いんでちょっといいですとかで、え小籔さんここ来てヒレ酒飲めへんのみたいな、もう一回来るんですよ、え聞こえてへんかったんかっていう、まあいらんって一回言ってもう一回押されて飲みますってなるかなるか時もあるけど確率的には低いやんってこの場合思いながら、まあ、もう一回来よったなこいつ、あすいませんほんまいらないんですよちょっと明日あれなんで、あまあそうみたいな感じだから、ホステスさんたちはまあお酒飲むのがお仕事ですから、なか私たちいただきますで、おじさまはお酒飲みはらへんのですよ、うん、もう一切お酒飲まはれへんか、だからもう常連ですから、まあそのおじさまに聞かない、で次若者に行くってなったら男子メンバーで僕飲まない、
であちらももちろん飲まないってなった時にこの人がじゃあ僕いただきますずっとこう生きったんですよ生きる嫌いやるなと思ったんですけど聞く順番もちょうど生きれる時ですわ女子2人いてますやっぱこう同じ下っ端2人でもこいつは飲めへんのかダメだなみたいな感じでちょっと怒られたその後に僕いただきますみたいな感じで生きったあこいつも生きるよってなってまだこっちのおばさまもちょっとこうわっみたいな飲みはりますよさすがですねみたいな感じでちょっと乗せるんですよまあ、まあ僕がちょっと負けてあちらが上だみたいなこう空気になったんですね、うん、でまあはんはん思ってでバーテン来てヒレ酒こうジャブジャブしながら、うん、わあみたいな、まあ、迎えで言うてらっしゃる若者が、うん、はあみたいなまあ美味しいでしょうけども、うん、みたいな言うてるんですよはあもうちょっといつもより多分声大きいと思うんですよその方とは初めてですけども僕が断ったということであーっていうのがちょっと大きいんですよちょっとこいつと思いながら僕服いただいてほんでまあ食べてる時であんまりこう会話が進みませんからのホステスさんもやっぱそういうお仕事ですし気遣いはってその若者の方に一日どれぐらい飲むんですかみたいなあいやもうねそんな家とかやって飲まないんですけどこの間ねみたいなその人がまたちょっとこう息出してこうねいやこの間ねみたいなあの広島からこのね缶でねあの生の柿を送ってきたんですよって言って何の話だ思って酒の話だ、うん、生柿をねもうねどないしたろう思ってほんだこうね、カセットコンロもね、もう持ってきて、網ばー引いて、でそれに柿パンパンで置いたんですよ。ほんで、レモンパーって絞っただけ、もう他何もしてないです。レモンパーって絞っただけでね、もう食べたらね、もうワインとめちゃめちゃ合うんですよ、って言うんですよ。みたいな。何の話だ思いながらこう。ほんまね、ほんとそうやってもう日本、一人で日本一気にワイン開けてもらって、ワイン日本飲んだらね、ベロベロなりますよって言うんですよ。当たり前ですよ。ワイン日本飲んだベロベロなる当たり前やいつ出す1は200コース何言ってんの思いながらほんでホステスさんもへえみたいな感じなんですよこいつ相当生きとんな思ってまあ確かに僕は飲んでないイニシアチブはこいつに取られたあああかんかったなと思ってしばらくしてパッて顔見たら顔真っ赤っかなんですよおそのヒレ酒半分しか飲んでんのにもうプロみたいな色してるんですよ赤黒い感じで目も真っ赤っかでこの白目のとこ血走ってんですよゲイラカイトみたいな目っていうか昔のタップ上げの白のしばしったゲイラカイトやんこいつみたいな赤黒いプルーンゲイラカイト骨ついたフグをしゃぶってたらもうなんかバンパイアに噛まれたやつみたいになってるんですよパーってなっててこいつキモほんま思ってだんだん口数も減って結局昼酒も最後まで飲んでないんですよほんでもうビールも別に飲まんと何やこいつ言わへんけほんだろう思いながらで次、終わってじゃあ2軒目行きましょうおじさまの車ですよおじさま、うん、そしてその若者、うん、僕でホステスさん2人で救急で後ろに乗ってまあシーンでしてますから僕もなんか喋らなくてバーって喋ってたんですよ、うん、でまあ着くまで結構あるからバーバーバー喋ってたら、うん、なんか俺ばっかり喋ってるなと、うん、何やこいつと思って、うん、でお前も多少は負担せえよ思いながらファッて見たらもうヘッドレストとこのシートベルトの間に頭ガーンって入ってるんですよ寝てるやん無理してヒレ酒飲むから酔うてるやん何やねん思いながら喋ってて、うんがついたんです新地ですわほんでもう相当豪華ほんまこんなテーブルなバーですよ、うん、バーってもうすごいお酒もガーッ飲んでてもう蝶ネクタイつけた人がいっぱいおるよでまあこの方はいつものなんかカタカナのカクテルですねノンアルコールカクテルで僕はまあ、 あのおすすめのなんかカクテルみたいな書いてあったやつ果物のやつですかねそれいただきますほんでこっちでなんか僕らと喋らんと注文とかでもなんかこうやってやってるんですよこうやって視界こう喋ってますからあれでこうやってで向こうの瓶も来ないし見とんすよ見とんのこいつほんだらバーってこの僕のを持ってきた時にここで結構スコッチあるんですねって言ったんですよスコッチっていうそのちょっと特殊なお酒でしょうねここでスコッチあるんですね結構まだこいつ生きんねや思ってこいつよう言えんな思ってほんだらもう2人の来てんのに全然頼まんとあれってなもしかしてあれちゃいますアイリッシュのなんとかちゃいますとかほんだらあなんとかかんとかでめっちゃスコッチ話で花咲かせようとするんですよほんで結局なんか頼んでバッて来たんです僕らもちょっとこう何ですかカクテルの泡もシュッてなってる感じでこいつほんま思ってたらほんだらチューリップグラスに蓋あってこれ来たんですよそんだけ酒弱いくせにでお疲れ様でしたいただきますで僕バーで飲む時にバーで横目で見てたんですよほんだらチューリップグラスの蓋パッて開けて香り嗅いでてこうやってグッて飲んでああ芳醇でスモーキーって言ったんですよいや嘘つけよお前お前みたいなそんな酒弱いやつがなんでその感想が出てくるの絶対
雑誌読んで書いてたらまま言うてるやん。法人でスモーキーで大体ああいう先スモーキーやった。何言うてんねんこいつ。めっちゃ腹立った話をずっとやってたんですけど、それだんだん途中であっと思って、あの時こう言っときゃよかったんちゃうみたいな、そのお前そんなもん先弱いねんから、お前スコッチなんか飲むなよ、どうせすぐ目開かなんねんからレッドアイでも飲んどけやって言うとったらよかったのにな。でもなんで俺は思いつかへんかって、あいつに腹立ってたからやと思って最近また腹立ったって言われて。あいつのせいですよ。あいつのせいですよ。もう一度お怒りが、例えというかうまいこと言えたはずやな。皆さん生きるには気をつけてだ。僕あのここ何年かあの東京で吉本新喜劇自分の公演、ちょっと自分の公演だ偉そうですけど、あのまあ小籔座長公演みたいなことを毎年夏にやらせていただいてるんです。去年やらせていただきまして、まあでも僕はやりたい、やっぱりこう東京の皆さんにもなかなか大阪来ていただけない方々に新喜劇見ていただきたいという気持ちがあってやらせていただいてるんですけど、まあ若手とかは来たいかどうかわからんというか、先輩とかなったら俺ええわとか言える権力はあるんですけど、僕が行きたい、じゃあこのメンバーでってなったら若手はまあ言えば有無を言わさず連れてこられるわけになるわけですよね。だまあ彼女がおるのか、なんかまあ奥さんいてはる人もおる、何日か東京に来ることはどうなんやろうなと思ってるんですけど、まあでも何日かこう公演する中で、いやもうさっきなみたいな、若手で楽屋でね、東京タワー行ってきてなみたいな、あほんだ俺明日スカイツリー行こうとか、ちょっとテンション上がってるんですよ東京で。俺浅草寺さっき行ってきてめっちゃでかかったでとかいう話聞いてたら、あよかったなと思うんですよ、うん、ほんだらまあたくさん東京で僕もちょっとお仕事させてもらってるんで、こう関係者の方来ていただくと、まあたくさんのせんべいとかまあそのスイーツがバーッと並ぶわけです。それを若手たちが「うんまっ、これめっちゃうんまっ、なんすかこれ」とかこう言うてんすよ、はいはいはい、ほんで「おこれめっちゃうまいな」とか「うん、でええよ食べてよ」と「ああすかありがとうございます」とか言ったらちょっと「あよかったな」と思ってたんですね、うん、ほんだらラグビーの前の日に打ち上げがあるんです、うん、大きな何て言うんですか、掘りごたつが4つぐらいあるところで、1個のところは女性座員の方々固まって、ほんで僕ちょっといろいろあったんで遅れてファッて行ったら、みんな男の子が立ってたんですよ、うん、座長どこ座るんやみたいな感じになってて、ほんで一之輔兄さんとかが「みたいな こっちや」みたいな、僕一番奥のとこ一応通してもらったんですよね、うん、ほんで「あいやいやそんなそんなそんな」って座ったんですけど、ほんでお若手好きなとこ座れって言った瞬間、後ろの掘りごたつのところきっちきちに若手がガッて座ったんですよ、ね、もう見たらほんまキュッキュッ、うん、8人ぐらい座れるとこに12人ぐらい座ってる感覚の、もうこんなんで座ったんですよ、うん、なんなんみたいな、ちょっと横2つ座布団何もないし前にも人おらん状態になってるんですよ、うんうんうん、いやまあちょっと新喜劇で座長やってるなんていうことは多分バイトの姉ちゃんも知ってるでしょう、僕が着いた瞬間になんかこういう何ですか切り干し大根みたいなのが出てきたんですけど、多分向こうはうーわこの座長慕われてな、周り誰もおらへんやんって思ってるやん、絶対ってなったらさ、俺何のために東京に新喜劇、まあ見ていただくのがメインやけど、何恥かきにその座長人気ないということを知らしめたかったんかこいつら、まあええけど、いや一人ぐらい来えへん、いやまあええけどなんで遅れてきた作家が前座って、ほな僕は作家と今度こんなんしようかとかちょっと仕事の話になるんですよ、まあ本当は楽しい話したいですけど周りいてませんし、一之輔兄さんも3つぐらい向こうにおるのわけのわからん社員となんかずっとごますって喋ってました、社員に一之輔兄さんは休めたらええのに打ち上げで座長一人でおんのにベテランといえどもちょっと近寄るんかなと思ったら、なんか座布団に向こうのところで社員になんかごますってなんか喋っとんすよね、これから仕事欲しいんか思いながら、いやもうちょい閉めろやろ思って、まあわけのわからんさやかと、まあしゃあなしに仕事なんですけど、ほんなら後ろで「ヘイヘイ！」って芸人らしからぬおもろい声みたいな、その楽しんでる声聞こえるんですよ、芸人って打ち上げてそんな「ヘイヘイ！」って言わないじゃないですか、意外とお前の話があってこの間こんなん「おいお前なんでやねん」とかそんな話が聞こえるんやったらあれですけど、ちょっとなんかクラブっぽいとか今の子若いから「ヘイヘイ！」って聞こえるんですよ、いいんやな芸人のくせに「ヘイ！」って腹立つの思ってたらすっごい生き生きした楽しそうな顔してるんですよ、こっち仕事の話してるのに「ヘイ！」はいってなってるから、いやほんでな、そういう新喜劇の時はなって、なんでお前らの声に合わせて俺声大きさなあかんねん思って、お前
って言おうと思ったけど、なんか俺が寂しすぎて切れてるって思われてもまた嫌です。他のバイトの姉ちゃんらもちょっとこっち見てるから、ちょっとクールな座長だと降りたいみたいな。ほんでずっとこうやってます、あんで、とかこいつらの声で大きして、全然楽しもない、わけのわからんメガネかけた作家とずっと喋ってる。これ最後挨拶する。じゃあ一応小籔さんから挨拶みたいな、挨拶するってなったらなんかシーンみたいな顔するんですけど、いやシーンの顔やれんがな、お前らずっと俺のこと無視して、なんやはっきり言ってお前らみたいなしょうもないやつがスカイツリー見に行けたのは誰のおかげやねんとか、だんだん腹立ってくるんですよ。ちょっとリスペクトあらんとこっち来んかみたいな、腹立ってて、で次の日新劇があったらもうなんかわお菓子とかも食べようとしてるんですけど、もう心の中で食うなお前みたいなやつが思ってるんですよ。もう拗ねてるから、でも若手とも喋らない、ほんで終わりました、帰りましょうかってなった時にタクシーで池袋やったんですけど、乗ったらすぐになんか高速の乗り口があったんですよ、でも、新幹線東京駅まではだいぶ1時間ぐらいあったんですよね、そやから下でもええんちゃうかなと思ってたんですけど、前の人らが高速にバンバン乗っていくんですよ、急がなあかん思ったんでしょうかね。ほんで僕も乗りますか、前も乗ってるし、いや乗らんでええっすけどねとか言いながら、でも運転手さんも行ってるし前に続く感じでパッて上乗ったらもうビチ止まりの渋滞やったんですよ、事故かなんかあって、えこれちょっと行けんのみたいな、大丈夫かなと。で渋滞情報パッて見て、で LINE グループ、その東京公演のみんなで LINE グループ一応してたんで、これちょっとやばいかもわかんないです、でチケットとかみんな持ってるんですか、いや社員の誰々さんがまとめて持ってます、まとめて持ってます、まとめて持ってます、いや一回まとめて持ってますっていうの見えたらお前ら歌んでええねんっていうのがもう10個ぐらいバックるんですよ。サホやな、あでもそれはちょっとみんな急いで帰ろうみたいな。ほんだ私明日8時半に痛みですとか、なんかその営業がねまたあると、だ今日はぜひとも帰っときたいみたいな。秋江姉さんとかも、いや私も早めの営業やからちょっとやばいわとか、なんかその焦っとんですよ、まあ、でも確かにやばいなと。でバーって言ってたら、僕はまあなんかちょっと東京でちょっと仕事もしてるし交通事情分かってるんですけど、途中でファッと降りるところがあったから、あここ降りてくださいってバーって降りたんですよ。でみんな降りた方がええでって言ってるのに、ええああええああでそのまま行ったんですよ。で僕らはバー行って、もう急いでください急いでください、バーって行って、ほんでもうチケット持ってへん若手と乗ってたんですけど、おもうええ買い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 言ってこうってバーって乗って、ギリギリ乗れたんですよ。ああ乗れた、えみんな乗れたんって、いや乗れませんでした、誰々さんが来るの遅かってチケット持ってなかったんでみたいな感じで、もう明日みんな早いのに泊まるみたいになってんすよ、その時僕思いっきり椅子倒してざまあ見る思ってよ、窓ずっと見たりましたね。何やねん、何の話やねん、バチ当たるいうことです、座長大事にせえへんから、何じゃざまあ見ろですよ、前の日に前の日に座長登場人物全員ディスってるやん。そりゃそうですよ。失脚せよお前。じゃあ空気読んでここ座るとか、これ実際しますやん。バチ当たってみんな次より早いのに。聞いたって。着替え持ってきてへんの。ラインタグそうなってる。それ言いますよ。ザマーミのこと俺思いっきり倒して。聞いた。聞いたね。長めに聞いた。自撮り自撮り。そんで一発目の時ちょっと一回言葉詰まってたよ。すぎてね、ま、後ろの人にも迷惑ですから、さっき迷惑おかしいでしょ、あんなもん、あいつら座長を恥かかすために飛ばしてる、聞いたってもうだからザマミ朝早く始発の飛行機で飛行機まで行ってそこから営業行ってますね、アホやあいつら、もう聞いたいってザマミやデザート長いねまあ、僕よく思想が強いみたいなこと言われるんですけど、本当に一切僕はそんなこと思ってないです。なんか周りが薄すぎるだけだというふうに思ってますし、まあ、今日もアッコにお任せ出させていただいたんですが、いつもアッコにお任せ前は靖国神社の方に参拝させていただいて、今日も参拝してきたんですね。ほんなら、ちょっとそういう黒い服着たボランティアで、まあ、掃除をしてる、まあ、ちょっとこうそういう何ですか、刺繍の激しい方が、あっ小籔さんですねみたいな、あ、ダンスみたいな、いやいつも日本人らしい本当に温かいお言葉、感銘しておりますとかやっていただいて、いやいやありますでもまあ欧米に対して仲良くしたいですし、まあジーパンも履いてます、ね言えばもう全然アメリカ文化もありがたいんですけど、なんかやっぱちょっとアメリカの真似してるとか言われてもなんか嫌やなとかね、だからその、欧米の方々一時でおったら別に全然ええ人やし、僕も知り合い友達もいてるしあれなんですけど、なんか
日本人の方がまあどっかの国行ったらちょっとこうね日本人は差別されるとかなんかバナナだって言われたとかまあうっすら聞いてたらやっぱちいちゃいとか聞いてたらなんかちょっとってなる部分もうっすらはあるじゃないですか。嫁はんと二人で結婚して新婚旅行ベトナム行ったんです。ほんで、ベトナムで現地でツアーみたいなの頼んだらそういうジャングルに、ツアー1日かけてツアーに行くみたいに言ったんですけどベトナムって結構昔フランスが統治してたので欧米の方がたくさんいらっしゃるんですね。でバス乗ってそのジャングルのとこまで行くバスの中乗ったらもうアジア人僕と嫁はんだけ他全部まあ、フランスとか、アメリカなのかそういうお金持ちの人ばっかりだったんです。ほんだなんとなくやっぱりそうはいえなんとなくです前からアメリカの人と会うたら会ってこうちっちゃい時からなんか会ってこうなんか負けた感というか会ってなるじゃないですか。まし嫁はんと二人言葉も通じへんガイドのベトナムの人も英語でわー説明するんですが僕と嫁はん全く分からへんみんなあーって笑ったりとかしてるんですよ。猫のあなんかボケたいなっていうので分かるんですけどでもそれもなんでその英語なんとかだいたいそもそも標準語がなんでアメリカなのかとかそういうことまで考えたらなんかうーんってなってきてでわー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 騒いでるんですよ。いやいや何騒いでんねんバスは静かにせなあかんのにとか思いながらでも全然その人たちに対しておいっていうこともないですけどなんかやっぱ日本代表としてちょっと情けなさも感じたわけですよ。みんな英語で喋ってみんな笑ってるでも俺らは分からないああちょっと日本代表として申し訳ないなっていう気持ちで船に乗ってバーでジャングル行った。そしたらまあベトナム戦争があるところでここにはゲリラが隠れるところがあったんですみたいなことをまあなんか英語で言ってくれるんですね。まあちょっと英語分かるんでほんならこの中にベトナムのそのコーディネートの人が言い出すんですよ。もう木と枯葉だけバーあるところでさあ皆さんここにゲリラが隠れたところがあるんです。どこか分かりますか。えなんとかしてないのみたいな外人こうやって言うてる僕もってなったらここです言って枯葉パッパッてやったらほんまこう70センチ四方ぐらいの四角い蓋みたいなの出てきてそれ取ったらそのベトナムの人がこれで頭にこうやってこれの上に葉っぱ乗せてグーって下がったらちょうど地面のところになっていてないようになると、うん、ほんで5秒ぐらい経ったらその人が出てきてババ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 みたいな、うん、みんなわーみたいなまあこうやって、昔はベトナムの人は戦いましたみたいな、うん、あそうなんやと思ったじゃあ誰かこの中入りたい人いますかってなったんです。なんとなくこう日本人はこうテンション低くて引っ込み思案で情けないみたいな、まあ、国際的なイメージありますね。で欧米の人はイエーイノリがいい頑張り屋さんだみたいな感じがあるほんで誰か行きますか言った時にシーンってなったんです、うん、あれと思って白人の人とか欧米人の人ははいはい俺行くとか言うんかなと思ったら全然行かへんから嫁はんにポンポンってやって手挙げろっつって嫁はんがああって挙げたんですよ。ほんだら周りの欧米の人もおーみたいになってさっきまでずっと黙ってたやついきなり手挙げてお前こんなとこ入んのかみたいな感じでおい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 言うてるんですよ。嫁はん行ってこいっつってもうこれはもう日本人としてこうもうこうは欧米には負けてはいけない侍魂大和なでしこ見せろっつって言うてなあってバーって行って嫁はんがバーって入ってバーって出てきたんですよ。ほんだら欧米人がみんなバーって写真撮り出すんで笑いながらなんか一発目俺の嫁はん行ったら勝ったと思ったけどなんか写真撮られてるの見てたらすごい、ま、情けなくなってなんか撮るなって言いたかったでもそれはまあでもこれはまあ俺は勝った勝った俺は勝ったやん勝ちやんああもう日本代表として勝ったぞ、うん、次行きたい人誰がいますかって一瞬誰も手挙げへんからおっしゃ俺行ったら俺行きますわここ見てくれこの日本代表の夫婦が一発目と二発目結構勇気いるよあんな穴何があるか分からへんし蛇出てくるか分からへん嫁はん行った二人目欧米人が行くんか思ったらこの侍が行くよっしゃ俺勝ったぞと嫁はんの方見てやってから枯葉乗せてグッてでもう8秒ぐらい粘ったったんですよ。結構長めに真っ暗です怖いけどパッて出たら写真バタ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 撮ってくるんですよ。撮るなって言うたろうか思ったけど、まあ、勝ったとその後になんかあ安全なんやみたいな感じで欧米人が行き出したんですよ、うんまあ、それずっと待っててああ見てみ俺は勝ったなっつって、まあ、嫁はそんな思想強くないんでそうかなみたいなこと言ってたんですけど俺これは勝ったぞああ見てみで次バーって行ったらそのベトナムのこのガイドの人が一瞬ここで待っとけよっつってバーって小屋入っていったんですよ。もう何やと思ったらこんなでっかいヘビ巻いてはぁ出てきたんですよほんならそういうヘビとかにも割と
外国の人は無茶をする、うん、日本人は情けないみたいな感じの、まあ、国際通念があると思うんですけども、ベトナムのおっちゃんがわーでもできたらもう欧米人たちおーノースネークみたいな人ブワーって逃げたんですよ。で嫁はんもそれはバーって逃げたんですけど、僕だけ全然逃げへんぞと思ってさあこう周りが下がった分俺がなんか前出てるみたいな、まあそのベトナムの人もおーってなってお前やるかみたいな、もう嫌やったけど初めてやし、もう全然欧米の人たち見てるし、俺は侍としてあやりますわってヘビグワーってやっとったんですよ。やっとったよ。みんなブワー写真撮ってきて、まあ、半笑いなんですよ、うん、でこれ負けてんのか、いやでも俺これは勝ってると一発目ヘビを乗せるというこの勇気ある行動、はいはい、大和魂見せだった、うん、ほら見てみ、うんうん、何が太平洋戦争やといや俺はこれ勝ったぞということでこう下ろして、ほんなら次なんか勇気ある目のやつがううううとか、ああずっと待ってて、ほら見てみ一発目で結構勇気いいね、これ俺一発目いったや勝ったなと嫁はんもああああみたいな次バーッと奥地まで行ったらなんかバーッて銃がマシンガンがグワー並んでたんですよ、うん、ほんであれマシンガンやなと思って、うん、ほんだらマシンガンはなんぼとかちっちゃい銃はなんぼとかで銃撃てるとこやったんですよ、はい、ここ銃好きに撃っていいですよってなって、あさあさすがに銃社会欧米人たち行くんかなと思って、ベトナム人が銃撃ちたい人誰かいてますって言ったらシーンってなったんですよ。はぁ何それみたいな、そのあんたとこの国の方がこれ銃あるんちゃうみたいな、俺とこないでみたいな、俺は撃つ気満々やん、さっきお前らあんのに撃てへん、えじゃあここに豆腐一丁あって誰か食べますかって日本人手あげへんみたいなもんやぞお前らと思いながらそうお前らは豆腐食べへんでも俺食べる、誰が食べるかって俺は手あげへんかった、それは情けない、でも今回は銃向こうのもんでも誰も手あげへんか、俺も僕撃ちます今度みんな俺も俺もってなるんかと思ったら全然ならないんですよ、えー、ってなって、ほんで一人だけ銃持ってでこうやってこうやってやりやってはいってもう腹っぱんところでなんか砂がバーあるところに銃置いて撃っていいですかってええよってバラ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 って撃ったんすよ、おーみたいな、めっちゃ気持ちええわ、読めへんを使って撃たへん、あそうバラ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 言って終わってから欧米人たち行き出したんすよ、なんや情けなへったれやな思って、ほんだらバーって撃ち出したんすよ、でそれ待たなあかんじゃないですか、ずっと待ってたら真ん中のやつがレヒーって撃ったんすよ、何それ後からレヒーって、いやレヒーちゃうやんっていうか、それ俺がもしここに豆腐一丁あってみんな欧米人たちが豆腐食べきった後に俺はバーって豆腐食べてうまいなーって言ってるのと一緒やでそれはと思って、まあ欧米対日本の戦いはいつも負けてたわけじゃない、仇はベトナムで取りましたという話です。ありがとうございます、ありがとうありがとうありがとうございます、豆腐も拳銃も同じ一丁やもんね。今度喋るときそれ使わせてもらおうおう。まあ今別府というあのやつがいてるんです、新喜劇の中に、はいはいはい、まあ、松本さんが一回本当に目視されたと言いますと、まあ、27時間テレビの、うん、阿寒警察の時に、うんうんうん、吉本新喜劇やらせてもらった時に赤粉で出てきたデブのいつも口開いてる、うん、やつがおるんです、それを紹介させてもらいたいんですけど、今別府というのは、僕より一個上なんです、うん、でも友近と同期やかも芸歴もだいぶ後輩なんです、うん、で18歳から高校卒業して18歳から28歳、28歳になって新喜劇入ってきたんですけども、18から28までの間バイトも含め労働した時間をギュッてしたら1年ないんですよ、うん、で、まあ、そこの10年間はほとんど家におって、実家の尼崎のお父さんお母さんのところに、まあ暮らし、携帯代も払ってもらい、アルバイトもせずに、まあ、9年以上過ごし、ずっと家におってあんまりにもお父さんお母さんの目がなんかちょっと気まずくなってくるから自転車で川西に行って帰ってくるということをやって、ちょっとなんか外にも出てる予感だけ出してみたりとか涼しかったしながら10年を過ごしたやつが新喜劇入ってきたんですね。ああもうやっぱりこう見た目超えててちょっとまあなんハゲてる感じで急に太ってもうたからここに妊娠線がブワーあったりとか、まあいう感じの子なんですけど、まあ新喜劇の先輩らから「何やねんお前、彼女今までおったことあんのか、彼女付き合ったことあるのか」とか、まあ最初の頃言われてたんですね。で僕は端っこで聞いてたら「1回だけ付き合ったことあります」
嘘つけお前とか他の先輩がわーわー言ってるわけです。お前みたいなやつお前付き合えるわけないほんまかお前、それいつどこで知り合ってん。いや19の時に。ほんまかよお前、写真持ってこいみたいな。いや今度持ってきます。いやどうやって知り合ってん。いや友達の紹介で。嘘とかそういうのがもう本当に1週間おきぐらいに毎回あるわけです。で僕も横で別にそんなそいつに彼女がおろうがおろうまいが別にどっちでもいいんですけど、まあそういう事件があるなと思ってずっと聞いてたんですけど、まあ僕も最初どっちでもええと思ったんですけど、あんまりにもみんな操作するんですけど全然口割らないんですよ。いてました19の時に。可愛いんかい。まあちょっと可愛いと思います僕は。まあ皆さんから見たらあんまりですけどね。どんなスタイルやねん。あちょっと細いです。胸の大きさどれぐらいの C ぐらいですとか割とこうポン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 答えるんですよ。あんまりにもそれなんていうか怪しいなって僕も思ってたんですね。それがもう4年ぐらい経った時にもうみんなもうねやめたんですよその捜査を。ほうもう捜査本部はもう取り下ろされて、あの木の看板がもう外されたんです。時効はまだ切れてないですけどもうこれはもうやめようっつって捜査本部はもう解散だみたいになったんですけど、もう小籔という老刑事はまだちょっと諦めなかった。全然僕はもうこいつ絶対付き合ってへんねんからいつか口割らすぞと思った。みんなが捜査やめてから僕は本格的に捜査に乗り出して、まあ聞き込み調査ですよね。お前はそれだからどういうな髪型やねん。いや写真持ってこいって言ったけど持ってきてへんっていうこと自体怪しいんちゃうんか。いやあの探したらやっぱりあのなかったんでちょっと模様替え何回かしてますんで、うん、だお前友達お前の男の友達に会わせろ。え飯食おうぜ俺は払うから、まあ、その時に聞いたらええやんけな。お前の疑いも晴れるやんけ。いや僕もうあんまり友達とも付き合いないんで、もうなかなか口割れへんし迷宮入ってるんですよ。であかんなと思って8年ぐらい経ってもうみんなこいつには彼女がおったということになってるし、もう何やったらこいつは無罪だということをもう信じて疑わない。でもこの小籔という老刑事はまだその現場に行ってちょっとこう空を見上げてみたりとかしてるわけです。である時僕ももう無理やろなと思って昼ご飯食べてる時にバーでいろいろ喋ってる、でもシーンってなった。その時にいやお前彼女おったっていうのほんま嘘やろ、もう怒らへんし言え。大体なお前みたいなキャラのやつどっちか言うたら彼女おったとしても今までおらんかったって嘘つかなあかんタイプやねん。分かるかっつって、お前はいじられてテレビとかで輝くタイプとしたらおったって嘘つくっていうのが一番立ち悪いねん。それだけ分かってくれっつって、俺は別にお前に彼女がおろうがおろうまいが別にどっちでもええねん。お前がそっちの嘘ついてるということが芸人としてあんまりだということを言ってることを分かってくれ。いてましたってみたいな、ちょっとだいぶ後輩に切れてるんですよ。あそうか、まあ結構女の子とか男の子とか、まあ、後輩いっぱいおったんですけど、ほんだお前デートとか行ったことあんねやろっつって、お好み食べながら、またこの時もお好みなんですけどお前どこデート行ってん。あの神戸尼崎やから、彼女もあの兵庫県やったんでポートピアの遊園地に来ました。ふん、お前ほんまに行ってんなポートピア。はい行きました。ほんなら俺と同い年ぐらいやな、一旦19ぐらいや、俺も19ぐらいの時によう嫁はんとポートピア行ったわ。カップルにとって嬉しいジェットコースターあっこにあったよな、どんな形やねんって言うたったんですよ。そこは男と女が2人にこう前に女の子が座ってこうしながら乗れるジェットコースターがあるんです。まあちょっとカップル向けの、あったよなお前言うてみろや、これ知らんとは言わさんぞ。19ぐらいの時に行ったんやったら俺18だっていうことはお前絶対あったはず、言うてみろ。ガン詰めたら、いやすいません嘘でした、僕行ったの宝塚ファミリーランドでしたってなったんですよもうちょっとのとこ、さっきまでここの居酒屋おったと思って乗り込んだらもう消えてるんですよ。さっきまでおったら健康テーブレコーダーも撮ってるんですけど、やばいやばいもう捕まっちゃう、もうやばいやばいみたいな福田和子的にも逃げてるわけですよこいつ宝塚ファミリーランドか思って、ああほんだ宝塚ファミリーランドは俺も行ったことある小さい時、どんなとこに言うてみろ、いやあの動物園があって、うんこんな感じでってパン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 答えるんですよ。もう僕はここなんかで、ああそうかって言いながら、あこいつ多分親と昔宝塚ファミリーランド行ったんやその時の思い出を言うてるな、こいつは彼女と行ったわけじゃないって老刑事小籔まで全然もう信じなかったわけですよ。ああ宝塚ファミリーランド行ったんか、ふんまあこれしゃあないな、その後どうしてん、宝塚ファミリーランドだけで帰ったわけちゃうよなって言うたら、あその後六甲の夜景を見て帰りましたって言うたんですよ。ほんなら周りの女の子とか男の子の子がもう、へえロマンチックっすねとか言うたんですけども、小籔という老刑事は、はい捕まえたお前、はい捕まえた、絶対嘘それ、やっと尻尾捕まえたら、何お前な免許持ってへんやろお前、どういうことやねんそれ宝塚ファミリーランド夕方まで行って、うん、なんやねん六甲そのまま登って行ったんかお前歩いて
夜景見てそのまま真っ暗の山道、うん、まあ、降りてきたらおかしいやろそんなもん、お前みたいなデブがそんなあんな山道上がっていくのも嫌やし下がっていくのもしんどいわ、夜景ってことは8時ぐらい見たな、8時ぐらいまで見て9時ぐらい女とデートすんのに六甲の山道歩いてきたらうっさいなんか免許持ってない、その怖い先輩の前とか座ってもらったらまたそこで揉めてもあかんから、もう僕